はいどうもガジマルです。今回はコメントで希望のあったコズメ研磨の魅力を徹底的に語っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずプロフィールからいきます。お名前コズメ研磨、気になって調べたんですけどね、コズメって名字の人はいます。全国で30人います。研磨の由来は常に磨く人であるようにという意味が込められてます。実際そういう人になってますよね。バレーもゲームの腕も磨き続けてますよね。ポジションセッター背番号5、身長 169.2cm、 体重 58.3kg、 まあまあ痩せてますね。ちょっとだけ筋肉はあるかなって感じですね。誕生日10月16日。同じ誕生日の有名人は伊藤博文。やっぱ三宝やから、兄弟構成一人っ子、やっぱそうやんな。ゆあちゃんがやっぱ納得できひんわ。好物アップルパイ、なんか意外やな。もっと体に悪そうなもん言いそうやのに。最近の悩み、夏は暑いし冬は寒いこと。四季折々の開いた口が塞がりません。はい、続いて研磨初登場シーンはこちら。背中、日向が何してんのーと近づきます。迷子、世界初自己紹介迷子やん。おらんやろ金髪高二迷子は。俺もバレー部、俺日向翔よ。コズメ研磨、研磨か、高校生。うん、何年。俺1年2年。この二人いつ見ても同い年に見えるんよな。体育会系が嫌いでタメ口で喋るんで余計わかんないですよね。次のシーンで日向が、じゃあさ、お前の学校強い？どうだろう、昔強かったらしいけど一回衰えて、でも最近は強いと思うよ。この時代のタッチ怖いよ。まだホラー漫画の名残がある。ここでクロー到着。またね、ショウよ。意地悪よな。次練習試合で当たるって知ってるのにこの場で言わへん。絶対恋愛上手やん。ドキドキしかさせへんやん。あの時言わへんかったからそんな顔せなあかんねんで。この後カラスの対ネコマの練習試合が始まります。俺たちは血液だ。滞りなく流れる酸素を回せ、脳が正常に働くために。この掛け声、確かに研磨が言う通り恥ずかしいんですけど、この言葉の脳の意味がセッターである以上、言ってしまえば研磨がプレイしやすいように頑張るぞってことじゃないですか。この研磨愛に溢れてる自己犠牲精神尊いですね。俺うちのチーム強いと思うって言ったけど、強いのは俺じゃなくてみんなだから。このセリフもいいですね。猫間がいくら勝ったところで自分が強いとは錯覚しないんですよ。研磨の謙虚ぶりが垣間見えますね。で、研磨はサーブも威力はないけどコースめっちゃいいっていうタイプなんですよね。もうサーブから研磨っぽい。でここで変人速攻を目の当たりにするんですけど、研磨だけ顔が全然驚いてないんですよ。すごいね、びっくりした。しとらんやん。この不気味さ他のキャラでいないですね。キャラが被らないです。ここは研磨の回想シーンですね。他人は苦手で関わりたくないくせに他人の目はすごく気になる。目立たないために神経を尖らせた。昔から遊び相手は年も家も近い黒だけ。ドアの開け方固く操作やん。壊れるよ取ってから。スポーツは特に好きじゃないけどバレーボールは昔から触ってた。あ、昔の及川みたいになってる。中学は黒に言われてなんとなくでバレー部に入った。人数は試合できるギリギリだったけどちょっと楽しかった。何もかも逆やん。真ん中背高堂々キャプテン、端っこ背低うつむきセッターやん。高校でもまたなんとなく続けた。少し前まで強かった学校だった。お前は鋭い観察眼を持ってるし指示だって的確だ。でも3年生に何か言うと生意気だって言われるから言いたくない。昨日も他の1年よりたくさん走らされた。噂で猫又監督が復帰するって聞いた。3年だってもうすぐ引退だ。だからやめんなよ。今の 1,2 年はお前の凄さを分かってる。お前は絶対にチームを強くする。ここいいですね。研磨の凄さ、実力を分かっててそれを素直にストレートに伝える黒 VS 現状に文句は言うけど黒が言うならと、結局バレー部に居続ける研磨。美味しいわこの信頼関係。うま、なんか心なしか味してきたわ。動画を作ってて気づかされるんですけど、各校のスパイカーとセッターがそれぞれの物語でそれぞれの信頼関係を独自に築き上げてる。素晴らしい設定やな。こんなもんどこの高校推しになってもええですからね。ここで日向が、俺だってブロックも負けないと言います。おそらくこの言動研磨読み取って、あ、スパイクをブロックすることしか今頭にないな、じゃあ2アタックしよう。賢いなぁ。ほぼメンタリストやん。他人が苦手で他人の目を気にするがゆえ他人をよく観察する。要は人見知りで恥ずかしがり屋。その裏返しがバレーで長所となっている。なかなか稀有なタイプですよね。バレーだけじゃなくていろんなスポーツで活躍できるスキルだと思いますね。ここで研磨お得意技が発動します。誰にあげようかな。チラ、
と見て、ズッキーがライトに走ります。レフトだよ。怖ー、ライトに行こうって言ってないのに。これツッキーの立場やったらもう絶対勝てへんって思っちゃいますわ。次はケンマとクロウのコンビネーションアタックですね。なんと小学生時代から地道に練習していた一人時間さ。最初はケンマはテレビで試合見るたび新しい技やろうとするのやめてよって言ってたんですけど、クロウが何言ってんだ、今からたくさん練習してな、他の奴らにできないこと俺たちが一番にできるようになるんだ、今使えない攻撃技だって今からたくさん練習してれば高校生くらいにはきっと、と言って高校生になった今に繋がります。俺たちの立派な必殺技の一つになってるぜ。飛ばないフェイントが、これは一人時間さ、しっかり必殺技なっとるやん。他のメンバーには申し訳ないんですけど、高校から出会ってじゃなくて、この二人だけは小学生時代から練習していて、だからこそできる技、この二人だからできるっていう特別感がいいですね。で、結局この試合なんと、これラストの得点はケンマが決めるんですよね。その試合を象徴するかのようなセリフを猫又監督が書きます。強いスパイクを打てる方が勝つんじゃないんだ、ボールを落とした方が負けるんだ、これが繋ぐということだ。不敬。ネット挟む競技、大体そう。どんな攻撃でも拾いさえすれば負けないですからね。で、試合後、日向がケンマに駆け寄ります。あのさ、道で会った時特別バレー好きなわけじゃないって言ったよな。あ、うん。今日は？今日勝ってどう思った？別に普通かな。次は、絶対必死にさせて、俺たちが勝ってそんで、悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。めっちゃびっくりしてる。変人速攻の時よりびっくりしてるやん。うん、じゃあ期待しとく。この時の表情本当に期待してますよね。ちょっと笑ってるし。まあ、前巻読んでる人はこの期待がどうなるかわかりますもんね。神業速攻初見魔ですね。翔陽はいつも新しいねという部分。まず、神業速攻にすぐ気づく観察眼と、いや、ちゃっかり翔陽と同じチームだったらって想像してるんやっていう可愛さ。そして、日向と戦うことがモンハンと同じくらい楽しみってことがわかりましたね。これ相当ですよ。ゲームの中でもモンハンってめちゃくちゃ面白いですからね。男子が好きなゲームトップ10に絶対入りますからね。それくらい日向のことが好きってことですね。ここの会話、お前あの子のこと好きなんちゃんっていじられてる時よ。はい、次告白のシーンです。最近思うよ。もう入りが告白。翔陽は面白いからって言ってるだけで多分この顔なってるんやろな。負けたら即ゲームオーバーの試合。怖くて痺れますよね、ここのシーン。バレーの試合の話してるのに命がけで決闘しようよくらいの重みと圧がある。調査兵団かと思う。それに対して日向は、やろう、もう一回がない試合、その命の取り合いやろうぜって返すんですよ。ここ二人とも男気があってかっこいいですね。はい、打って変わってギャグシーンです。見てください、この無気力組。9割5分テンションリミットブレイクしてんのに、夜勤コンビニ店員、みんなのことやかましい客に見えてる。いや、ジブリでも見たことない。線も食わんよ。ほら、野菜も食えよ。恫喝が始まります。嫌すぎて首振り人形なっとるから。はい、名試合行きました。この扉ええなぁ。科目セッター対決ね。これトラとケンマの掛け合いシーンです。皆さん知ってました？トラはね、ケンマのことケンマって言ってないんですよ。キャンマーです。おい、声出しにはちゃんと意味があるんだぞ。声を出すことで大脳が無駄に考えることを阻止し、マイナス思考や雑念を払ってくれるんだ。テレビで見た。もう目なんかクマなんかわからへん。リエーフの姉さんがトラのこと見てたよ。マジで雑念があるね。声出しが足りないんじゃない？トラ、なんやろこの顔。なんかもうエロささえ感じるわ。顔面の成分がエスっ気で構成されてる。怒り狂う竹虎と淡々とレシーブする剣馬を見て、雰囲気は上々だなっていう猫又監督。この猫又監督も含めていい雰囲気ですよね。試合始まってすぐ極小モーションでカイ君にあげる剣馬。相手に読ませないセットって意味では影山並みかもしれないですね。で、この試合ボクトさん調子いいんですけど、じっと観察してるんですね、剣馬は。そして1回目のタイムアウトで赤足にこう言います。ボクトさんはいつもクロスが大好きだけど、今日はストレートの調子がいいね。表情が怖いよ。月曜早朝出社サラリーマンや。ここで赤足が厄介やなーって顔して、どうかな、調子にムラのある人だからね。もうバチバチ。嫁と姑。ここでケンマはみんなにボクトさんが絶好調であることを共有します。対策を打つためですね。で、そしてこのカイ君の提案に対して、うん、でもボクトさんの珍しく絶好調なストレート、美味しく使ってからにしよう。ヴィランの笑い方やん。ほぼダビ。で、次のシーンでボクトさんをクロウとスイッチして止めるんですね。この猛獣のようなクロウいいですね。あ、クロウの動画もリメイクしますんで、また楽しみにしててください。で、ボクトさんは止めれるようになったんですけど、リエフが本調子じゃないんですね。そこで監督から、ケンマリエフのこと頼むからなって言われます。めっちゃ嫌やん。
タバコのポイ捨てでも見んとこんな顔はせん。リエーフに注意する時の描写なんですけど、指摘事項でリエーフの顔を隠すことで矢継ぎ早に話していることを表現しています。その後に今まで全部言ってることやし、ライバルを倒すにはまだまだ遠いねと。このコンボは効くよ。相手の嫌がることをするのが得意なことがここで出てしもうてんねん。これ言われたらめっちゃ嫌ちゃいます。僕もこんな顔になりますわ。きついこと言ったかと思いきや、おまけで急にふざける。福永とリエーフの必殺技考えたから聞いて。空を切る、うなれかまいたち。いつになく積極的ですね、ケンマさん。どこで積極的なってんねん。正直、かまいたちより福永の無言ピースが一番面白いわ。で、まあ、この試合負けてしまいます。そして試合後の反省投稿してる時に、今度はその空回りを何とかしてて切れるっていう。もうパツキンたけしやん。その後携帯を開くと、日向から全国行き決まったぞってメールが来てたんですね。そしてあの決闘を言い渡した時を思い出すんですよ。そこからの野蛇です。野蛇は重要なシーンばっかりなんで、テンポよく行きますね。はい、まず大将君のスパイクが竹虎に当たるシーンです。これわざとなんですよね。それを研磨は一発でわざとって見抜きます。はい、もう切れてますね。次、ヤックンが怪我で退場したシーンです。この苦労の言葉の後にミネがうなずいてるんですが、実は研磨ちゃんと竹虎の背中叩いてるんですよね。ちゃんと励ましてるやん。こういう気遣いできるんええな。だからそれでもやっぱり役が抜けてることがみんな不安なんですね。その空気を察して研磨が、ねえテンション下げすぎ、大丈夫なんじゃない、どうしたん、両腕つったん。この空気を読める能力もやっぱり他人を気にしてるがゆえですよね。ここは猫又先生が言う通り、ケンマは試合の勝敗にさほど興味がない、だからその言葉は熱を持たない、可能か不可能かの分析だけ。そのケンマが蚊であるといった、この状況ではどんな励ましの言葉より頼もしいだろうな。これをね、ケンマが自分の特性を分かって話してたとしても素敵ですし、そこまで自分が伝えることで意味があるって思ってないけど、シンプルにみんなを励ますためにテンションを上げるために伝えただとしても素敵ですよね。どちらにせよめちゃくちゃ仲間思いであることがわかります。で、このケンマの励ましの後、ネコマブレイクします。そこでリエーフがケンマさんの言う通りいけますねって喜びます。それに対してまだでしょう、プロにはもっと働いてもらわないと。あの苦労がゾッとしてるやん。大丈夫、労働基準法守ってる。もうだいぶ終盤に入ってきました。ここで苦労にトスが上がります。普通のスパイクかと思いきや、出ました一人時間さ。焦りの出る終盤に初めて使ってくるんですね。このカードの切り方がかっこいいですよね。強い人の切り方なんですよ。もう小学生から仕込んでるんでね、こちとら。研磨が慣れすぎてノールックなんもいい。そして名シーン、チームワークがハマる瞬間です。これよく見ると、研磨割と動いてセットしてるんですよね。決勝点だったからかもしれないですけど、この後輩のチームワークがハマった瞬間を、いい経験で締めるために、最良のトスを上げたんだとしたらめちゃくちゃいい先輩。そして見事全国行きの切符を手に入れます。おい、なんじゃその顔は。喜べ、喜べ。反抗期？ヤックンたちと抱き合う時でさえ困ってるやん。そして、日向にメールを送ります。なんで着信音ターミネーターなの？よりメールのドキドキ感味わおうとしてるやん。そして中身を開くと、春子行くよだけ書かれてました。あんなに日向書いてたの。件名が無題なんもキャンマなんよ。件名考えるのがめんどくさいって言ってるも目に浮かぶ。まず妖怪ココア探し座敷わらしですね。もう黒の言う通り絶対にスポーツマンではない、 e スポーツの方。妖怪ココア座敷わらしがこちらに近づいてまいりました。ケンマ寝る前のゲーム禁止っつってんだろ、睡眠の質が落ちるでしょうが。鉄郎お母ちゃん。そして自分のバレエがなぜ続いてるかについて語り始めます。俺はたまたま続いてるだけ、続ける絶対的理由はないけど、やめる理由も別にない、どっちでもないは普通だよ。結局やりたい人やりたくない人みたいな二分論で分けられないんですよ。だからこそどっちでもないは普通やし、僕はさらに結局やめない人っていうのは、及川さん風に言うと時々楽しいが来るからだと思います。楽しいって思う瞬間があるから続くんだと思いますね。そして次のシーン、エンマにとって練習はレベル上げなんですね。この捉え方ゲーム好きな人にとってはいいですよね。勉強や練習やって思うと嫌ですけど、レベル上げやって言われると、じゃあ強くなるためには仕方ないなって割り切れますよね。そしてケンマはゲームがしたいがために早起きで午前2時に起きてゲームをしていたという、この発想なかったな。僕も結構ゲーム好きなんで、これ見てたら絶対やってましたね。次のシーン、クロウのレベル上げ回想ですね。なんとあのネズミ小学校に負けちゃったんですね、猫なのに。この頃から他人に気使ってる。クロウがいたたまれなくなって、レベル上げやる、半泣きのクロウが
やる。小学生の時って負けることが本当に嫌なんですよね。レベル上げって言うと研磨が一番大変そう。続いてついに来ました、猿川工業戦です。僕自身ここで研磨結構好きになったんで熱入れて語りたいと思います。この試合のナレーターは大将くんですね。このセリフの通り、猿川工業は一発で決めようとしてないんですね。その理由はセッターを走らせることにあります。なぜセッターを走らせるか、そう、脳を潰すためです。その脳こそがかわいそうなことに研磨、さあこのゲームどうクリアしていくのかっていうところなんですけど、その前にトラとの回想シーンが入ります。研磨は走る時に景色と連動して妄想するのが好きみたいです。あのツタ絶対登れるやつ、屋根の上には宝箱、もうゼルダやりすぎ、わかるよ、どこでも登れるもん。あれ、ここで1年のトラ初登場です。初っ端にお前周回遅れだぞ、根性見せろって言われます。もう周回遅れって聞いただけでマリカ想像してるから、もう全然響いてない。でこの日が心の壁設立記念日ですね。こんな表情で何考えてんのかと思ったら、座りたいしか考えてない。え、煩悩の擬人化、 A パス A パスで笑うとるし、ツボ浅すぎるやろ、セブ入れの弁当のそこ。続いてキャンマとトラの対話シーンですね。ケンマはタケトラと協調しようと、もっと力を発揮するためにリラックスした方がいいよと言います。でもトラは聞く耳持たず、もうとにかく根性が足りなかったんだ俺にはと言います。さらにここからヒートアップして、根性なしは根性について語るなと言われます。するとケンマが、根性根性うるさい、アバウトだよ、体力が1残るわけじゃあるまいし。これポケモンを知らない人に解説しますと、気合のハチマキっていういかにも根性のアイテムがあるんですよ。これを持った状態でポケモンバトルをしていると、 HP が0になるような攻撃を受けても必ず1残るというアイテムなんです。おそらくケンマはそれを言ってます。なのでこの時点でわかるのは、間違いなく古舘先生はモンハン、ゼルダ、マリカ、ポケモンやってます。でまあこの喧嘩はドストエフスキーが止めます。で徐々にケンマと時間を共にしている中で、トラが気づくんですね。やる気とか気合とかじゃなくて、こいつとんでもねえ負けず嫌いだなと。そらそうですよ、ゲーム好きな人って基本負けず嫌いですもん。でもそれと同時に、オーバーで取らなあかんところアンダーで楽しちゃうって根性なしも健在です。逆にケンマもトラを見てお互いにこう思います。こいつ敵じゃなくてよかったと。これすごい褒めてますよね。実力がある人に対してしか思わない発想ですからね。ここで初めてトラが、おいケンマとケンマ呼びします。トラと呼んでいいぞ、仲間はそう呼ぶ。トラがケンマを認めた決定的瞬間で、喜ぶんかと思いきや、ずっともじもじして、呼ばないとダメ、なんでな、呼ぶだけや。ほらまたドストエフスキー呼ばなあかんやん。人二人でロの字になることはまあないよ。ここで回想シーンが終わって、猿川工業戦に戻るんですが、見てください、これトラって呼んでるんですよ。しかも普通に話しかけてるんじゃなくて、試合中にトスを上げる格好、エースへ頼む格好で呼ぶんですよ。この切り替え好きすぎて何回も見てます。この一コマも一拍も挟まないリズムがいいんですよ。本当はそこから期間が空いてるけど、呼ばないとダメって言った直後に言ってるから余計感動するんですよ。はい、続いて猿川工業は脳を潰すことしか頭にありません。ケンマは必死に走ってボールをセットします。脇腹でも殴られたんかみたいな声出してます。ここで福永スパイク決めます。トスやったって言うんかと思いきや、低かった、ごめん。このやりとり何気に好きです。だって文字制限あるのってくらい短くないですか。でもその会話で成り立つ関係性の良さ、低かったと要求を言える関係、前の及川と岩ちゃんみたいな関係でいいですね。この後も研磨走らされ続けます。そしてついにこけちゃいます。でここでもうやばいや、負けるんかと思いきや、流れたヤックンのレシーブを追いながら、こっちだよと猿川工業を誘うんです。ここで相手は意図的にこの返球をしていることに気づくんです。でブロッカーに対して追いかけるなと指示を出します。研磨相手が気づいたことに気づいて、今度は反対にトスを上げるんですね。レシーブが乱れててセッターが走り回ってたのはわざとだったんですね。今のは意図的にレシーブの返球位置をずらしてる可能性がある。ブロックを誘うためか。確かに今のは言われてみれば、え、でもじゃあそれっていつから、怖えー、でもかっこいい。僕は研磨の一番かっこいいシーンやと思います。初見はホラー漫画か思いましたけどね。何がかっこいいのか掘り下げていくと、まず相手が策略にハマってることにさえ気づいてないんですよ。かつこの研磨が自らが手を挙げて辛い役を買って出たんですよ。研磨的にはゲームクリアのための一つの方法として、あとただの我慢比べが嫌だったから、だからやったのかもしれません。でも結果的には猫間のためになってるじゃないですか。これがいいんですよ。あんな腕2メートル伸びひんかなって、オーバーをアンダーで取ってた人が走り回る上に策を浪してる。しかも敵はそれにまんまとハマってる。オースマート。でもこれをやられても猿川工業は動じないんですよ。これが全国です。
もうしんどすぎて剣は重力に切れ出し始めますからね。どんだけ疲れても重力に切れたことはないよ。剣は極限の疲労状態の中、根性について考え出します。根性を見せるということはみんなが思っているよりめちゃくちゃ難しいことなんじゃないかと、俺には使えない必殺技と思ってます。でもね、ここでトラが、どうせお前は自分はそうじゃないって思ってんだろ。確かにお前は踏ん張り効かねえし、サボる方法とかすぐ考え出す。でもビリだろうが、文句垂れようが、先生先輩が見てようが、いまいが、だいたい最後までやる。これすごいことですよね。一見簡単そうに見えますけど、何でもやりきる、続けるって難しいですからね。そして最後に、自分で日向に言った強いのは俺じゃなくてみんなだからを思い出して、その強いみんなが必死でボールをつなぐ姿が浮かび、研磨が A パスの時しかしなかった極小モーションからのセットアップを放つんですよ。これはもう特別大出血サービスですよ。貧血もんです。ほら、もう貧血みたいな顔してるでしょ。このシーンの何がいいか、これは僕は研磨がゲームを攻略するためじゃなくて、みんなのことを思い浮かべて、この最後に根性を見せたトスアップをしたから感動するんですよ。根性使えるやんってね、思いますよね、みんな。そしてこれが決勝点となって勝利します。ナイストス、サロンパスということでね。間違いなく言えるのは、このバテバテの研磨が僕やったら手が出てます。そしてトラに、根性を見せたな研磨よって言われます。でも研磨は、俺は根性が使えるレベルじゃない、なんていうか、なんだろう、義務感っていうか、みんな頑張ってレシーブ上げてるから俺もちゃんとしないとみたいな、っていうか頑張ることに明確な名前つけないとダメなの、俺が頑張ったら変、何切れてんだよお前、疲れてっと人格変わりすぎだろ、糖分が不足してるんだな。仲間のために頑張るはおかしいこと、俺がやったらおかしいの。これ読んだ人マジでトラと一緒くらい感動しますよね。めっちゃわかります、気持ち。だってこれ、僕は猫間のみんなのために頑張ったんだって言ってるのと一緒ですからね。作品中でそんなこと言う機会ないやろなと思ってたキャラが言ったんですよ、ここで。しかも切れながらっていうね。それって研磨にとっては切れるくらい仲間のために頑張ることは普通だろって思ってるから切れたと思うんですよ。それがこのセリフから読み取れるから読者は感動するんですよ。漫画界でバナナ食いながら言った名言選手権1位や。まず試合前日の夜からですね。嘘やろ、全国大会の前日に PSP やる、そこまでいった中毒よ。この研磨の質問、僕すごいハッとさせられたんですけど、俺たちに牛若とかミヤツインズ倒せるかなっていうこの質問聞いて、あ、確かになと。読者ってどうしてもカラスの視点になりがちなんですけど、客観的に全国3本指の1人がいるチームとインターハイ準優勝チームに勝ってるんですよ。引くほど強いやん。そらその顔が普通よ。この苦労の返しはよう頑張ったなと思います。研磨は笑いながら、まあどっちでもいいよね、それを確かめるためにわざわざ試合しに来てんだし。男らしいですよね。下馬評なんか関係ないやろと。どっちが上でどっちが下か決めるために来てんねん、こっちは。外野の声なんか関係ないと。竹虎が共感しすぎて人差し指喋れるようになっとるわ。はい、そして試合当日です。よっしゃ、研磨、鬼かなコンビ止めたろうぜ。あだ名そんなことなってんの。でも研磨はそれ言われて、初めてカーかフカかに対してわからないと回答したんですね。この研磨の分析に一番惑わされてるん読者やから。次のコマで応援が、3組のコズメだっけ、運動できんのかな、走ってんのすら見たことない気すんだけど、補欠なんじゃない、ほんま覚えとけよ、全員まとめてローリングサンダーダブルしたるから。はい、次のコマです。日向が、もう一回がない試合だ研磨って言うわけですよ。怖い、研磨のシリーズ入って何回怖いって言うてんねん。椅子引いてひっくり返ったやつのこと見てる？そいつと同じ目しとるぞ。次のコマで猫間の作戦会議のシーンに移ります。すでに紛れるを解禁したことがバレてるんですよ。そしてそれは苦労だけじゃなくて研磨も気づいてるんですね。来ました、研磨お得意視線フェイント。しかし日向は気づくようになりました。でもあーって思ってる頃には遅いんですよ。あと赤足とかトロが研磨の動きについて触れてるんですけど、僕がいつも見てしまうのこの取材班の人なんですよ。全く研磨を知らない人からしたら、どこが気合入ってんねんって思うじゃないですか。でも僕ら読者側は研磨の気合が入ってることが分かる側じゃないですか。多分知らず知らずのうちに優越感に浸ってるんだと思います。そうか、分からんか、この違い。いわゆる剣マウントですね。この月島美女いいな。出てるよ、顔に。せっかく極小モーションのセットアップとかしてんねんから。目と眉同じ太さよ。どんどん美女がかっこよくなる、剣マ。もう目が金。ここはね、影山様様がクソかっこいいシーンなんですけど、ネット際じゃなくても、アタックライン近辺に上げてもらえれば十分です。っていう男前発言を聞いて、ほらか、聞いたか、剣マ。かっけ
敬語で言いよるわ。言ったのになんて反応するんかなって思ったら聞いた。よそはよそ、うちはうちです。これは苦労のツッコミが100点。自分にできることを分かってる人の発言とも読み取れますね。自分の不得意なことをしても仕方ないですから、それより持ち味を生かそうという考え方の方が合理的です。次、ケンマの怖かっこいいシーンです。でも奴だけは少し違う。集大成の勝負、因縁の対決、負ければ3年生は引退。そういうことにはやはりさほど興味はなく、ただただカラスの羽をもいでみたくて仕方がないのだ。もう配給を知らん人がここだけ読んだら、ドチクショサイコパスやから。マジサイコ 1000%? 意味を理解してるとかっこいいんですよね。ひなたの試合終盤で見せる集中あるじゃないですか。当然バレーにおいての集中ですよね。ケンマももちろんバレーをしてるんですけど、目の前のクリアしたいゲームへの集中なんですよ。そこが面白いですよね。同じことをしてるように見えて執着してるところが全然違うんですよ。だからマリカしてる時もこの顔してますわ、よく。うん。同じセッターというポジション、同じクールな性格やのにバレーへの姿勢が全然違う。家で食うカレーとキャンプで食うカレーくらい違う。ここちょっとじわポイントです。ちょっと動いただけで、おお、動いた。コズメが素早く動いた。アンダーじゃない。甘やん判定。過剰やっていくらなんでも。草役我が子スタンディングオベーションママやん。なんやそのママは。そんなお母はおらん。この後の影山がコズメさんって動くんですね。まあ一応生きてるからね。なんやこのやりとり。当たり前体操してる。バレーで研磨がセット足したら動く。何がおもろいねん。当たり前やろ。でもケンマ本当に成長してて、自分でパフォーマンスを上げれる状況を作りに行くようになってるんですね。その起因となってるのがひなたたちなんですよ。いいライバル関係ですね、本当に。でトラに、影山にも負けてねえぞケンマって言われます。何言ってんの。え、そんなにも。ケンマはあんなに頑張ってる影山と自分なんかを比べたら失礼だと言うんですね。自分だって全国の大会に出てるセッターなのにね。それでもすごいものを見ると自分の中のできそうのラインが更新されるよねって言うんですよ。つまり鵜飼監督が言ってた限界を突破するんじゃなくて限界値を上げていこうという話ですね。このセリフを言ってるだけでケンマは確実に強くなってます。続いてのシーン、なかなか攻撃力が高いカラスノが決めきれないシーンです。それを見た清子さんが、カラスノの攻撃を拾い続けても無駄よと。だってカラスノは攻撃が好きなんやから、取られれば取られるほど、いやろ絶対決めてやるってなるだけやでと思ってるんですよ。これが振りになるとは思わなかったですね、この時点では。続いてのシーン、日向がレシーブミスします。それをケンマちゃんと見てるんですね。まあモンハンくらい好きやし、そら見るか。続いてケンマ新必殺技シーンです。ここ月島たちにケンマが競り合いで負けるんですね。もう猫間の応援も、ほらでかいやつが寄ってたかってひどくないですかちょっとって言ってます。でもこれ月島たちがオーバーネットだったんですね。これアツムと一緒で2で押し込むと見せかけてブロックのオーバーネット誘ってるんですよ。いやらしいですね。あれ、こんなとこにチベットスナギツネおった。ここね、ここの天道僕好きなんですよ。防戦一方に見えた猫間高校、気づけばブレイクっていう実況に対して天道が、気づけばブレイクだって面白。でもこいつは今だからやったんだ。カラスノがおせおせな雰囲気で、でもこのセットの勝ちを意識したのを分かって誘ったんだ。この研磨の心理をタブレット越しに見ながら全部見透かして実況してる、めっちゃかっこいいと思います、この天道。この得点が決まって、ちょっと得意かもって自分でも自信を持ち始めてる研磨、かわいい。はい、次のシーン。怒涛のラリーが続く中、黒が必死に上げます。もうカラスノの猛攻に耐えて返球するだけで精一杯というところで研磨が返します。これがなんと、誰も取れないんですね、カラスノ。多分、鵜飼監督のポーズで一番好きです。どうしたん？仮想通貨暴落した？なんと、研磨の返球で第一セット取っちゃうんですね、猫間が。要はシンクロ攻撃に夢中でみんな助走体制に入ってる隙を突かれたんですね。長所が裏目に出たというか、コズメくんに長所を利用されたと言うべきですかね。ここで清子さんが気づくんです。殴り合いを制してきたプライドさえも猫間にとっては利用の対象なんだと。研磨すごいな。もちろん岩ちゃんみたいに3枚ブロック相手に一人で立ち向かって点を取ったり、日向みたいに神業速攻で点を取るのもかっこいいじゃないですか。でも何の変哲もない返球で誰よりも頭を使ってその1点を取る。しかもそれがセットポイントなんですよ。また違うかっこよさがありますね、研磨には。おそらくこれまでの配球の中で最小効率の点の取り方だと思います。そして天道が、こんな奴らいたんだと、ちょっと感心してるわけですよ。
あの白鳥沢にそう思われるってめっちゃ光栄ですよね。猫魔ファンとしてはめちゃくちゃ嬉しくなりますよね、このシーン。いきなり回想シーンですね。ゲームをクリアしたケンマが一言こう言います。ゲームオーバーよりゲームクリアの方が悲しい。めっちゃわかるわ。ゲームって基本ゲームオーバーしても再挑戦できるからクリアっていう目標がありますけど、ゲームクリアしちゃうともう明確な目標ってなくなっちゃうんですよね。強くなって2周目して無双感味わってもすぐ飽きちゃうんですよね。あれ毎回ハンマユージロってこんな気持ちなんかなって思いを馳せてます。続いてケンマが翔陽レシーブ上手くなったよねと褒めてます。玉で思ってるだけじゃなくてちゃんと相手に伝えるって偉いですよね。日向も素直に嬉しそうにするから可愛いのよ。ほぼ犬なんよ。犬と人間のハーフなんかな。そして2セット目始まります。先制点は日向のブロードです。めちゃくちゃ楽しそうやな。外で遊んでても両手広げて走ったことないよ。ナルト走りはやった。この攻撃を受けた剣馬が翔陽あん面白いままでいてね。もう最強やん。最も恐ろしいと書いて面白いままでいてねって。俺を退屈させるなよ。面白くない君に価値はない、そんな意味が含まれてるんじゃないかと思うような表情ですよね。にやりとかじゃなくて満面の笑みなのが不気味なんですよね。あ、怖ぁ。これ覚えてますわ。発売した時僕ギョッとしましたもん。楽しそうにするわけでもなくカゴの中をただただじっと観察してるんが怖いんですよ。唯一の救いは水ニョロだけよ。続いてのシーン、ケンマが俺たちも一緒やけどカラスのは確実に疲れてきてるよっていう話をみんなにしてます。それを聞いたトラがケンマやめて、その単語だけはやめて、根性見してこうぜ、あっち行け。いいですねこの二人、大根性小根性コンビ。ここでケンマがトラにトスを上げます。しかもトラと叫んで、仲間はそう呼ぶんよ。あの回想シーンが名前呼ぶだけで感動させてくる。なんで末恐ろしい漫画な。次のシーン、万全の体勢で入った日向を3枚ブロックで猫が完璧に捉えます。これにはもう天道が猫みたいになっとる。でせっかく止めたのにリエーフがすごい深刻そうな顔してるんですね。電車に財布とスマホ忘れた時の俺やん。ほんで指長いな自分。なんとこのブロックケンマの指示だったんですね。万全の体勢で助走に翔陽が入ったら次は来ると。来た来た江戸川剣馬が。実はこれサーブから仕組まれていた罠だったんですね。野安さんに取らせることでライトへの助走路を塞いでたんですね。そして日向の焦りとセッターとしての影山の心理、これらを総合的に判断した上でタイミングさえ来れば日向に上がるだろうと。え、終点にも財布とスマホなかったん？ケンマさん怖いです。怖いな怖い。やっぱチームメイトでもそうなんや。そら部外者の僕が思うのも普通ですわ。ケンマは全部を止めようとしてるんじゃなくて、いつもなら決まってた1点を削ろうと考えてたんですね。さらにそれがストレスとなってまた1点ミスるかもしれん。嫌やな攻め方。スポーツでもゲームでもこんな相手したくないわ。点だけじゃなく線、翔陽の動線を断つ。助走は翔陽の翼だね。ああ、表紙のケンマ怖いわ。また言うてもた怖いって。面白いままでいてねって伝えたくせに面白くできないように追い込み捕まえる。ほんま考え方がゲーム脳なんですよね。ゲームは人を楽しませるために課題があって、かつ相手がコンピューターだからこのスタンスで正解なんですよ。でも面白いままでいてねっていうスタンスを対人にやると全く相手の気持ちを考えてないサイコパスみたいになりますよね。面白い話し続けてね、でもこのワードは使っちゃダメやで、あこのワードも使ったらあかんでとか言われたらユナイテッドステイツオブスマッシュするよ。腰もちゃんと入れるからな。そしてなんとレシーブ上手くなったねって日向に言ってた時に、あ翔陽は今レシーブの意識高いなってことも頭にちゃんと入れてるんですよ情報を。むかりねで、ここの翔陽はきっと全部頑張る。レシーブも助走の確保も。これもよく日向のこと分かってるなって思いますよね。まあその通りでしょ。プロゲーマーと YouTuber じゃなくて臨床心理士になった方がいいよ。でも頑張って何でもできるわけじゃないし、存在感が霞んでしまって 99% であってももう意味がないと。だって 100% で飛べない翔陽に影山は興味なんかないでしょ。なんてこと言うんや。日向が聞いたら泣くど。次のシーン、クロウが強いボスと戦いたいって勇者寄りのこと言うけどさ、残念ながら魔王側だと思うぞ。一年がちょっと引いちゃってんじゃないか。なんざらでもねえのかーい。これマジで1位に争う可愛さやと思いますわ。剣馬史上闇側に憧れる中二心持ってるんや剣馬みたいなね。次です。
研磨は翔陽がライトにいるときは大地さんと入れ替わって真ん中に切り込むパターンが多いことに気づいてるんですね。その道を田中に取らせることで立ちます。ここでびっくりするのはこの作戦を立てた頭の良さじゃなくて、研磨って龍之介って言ってたん？これです。そっか、よく考えたら2年か。もう日向と背丈も近くてタメ口やから1年間が抜け。でここでね、ちょっと悲しいことが起きます。とその前に一回研磨挟みます。作戦通りに行ってるのに浮かない顔してる研磨に対して黒が問いかけます。面白い商用が終わっちゃうのは悲しい。まあまあ明言してましたからね、面白いままでいてねと。そして日向がなんであんな顔したのかがわかります。これですね、もう完全に日向翔陽というゲームをクリアして飽きてる、もしくは興味がない顔をしてるんですね。研磨があなたがそうさせたのに、なんだねその顔はっていう矛盾ね。これ日向には辛いですよね。だって別にとか普通とか以外のこと言わせてやるからなって言って強くなってここまで来たんですよ。なのにずっと研磨に面白いと思わせることができなかった。そらこんな悔しがりますよ。M1 準決勝大滑り後芸人の顔よ。そしてカイ君から一言。僕はこのシーンのカイ君が一番好きです。日常生活では人に優しくするんだよ。その通り。周りに日向みたいなことしとったら皆に嫌われる。絶対裏でモンスター矛盾とか言われる。次の場面です。自分で羽をもいでおきながら飛べないのは悲しいと。お前は本当にめんどくせえな。ほんまにそういうこと。でもこの研磨が抱いてる逆説にこそ一番研磨が求めてる上があるんですよね。クリアできるかできないか、倒せるか倒せないかという課題に挑み続けたい。一生オンラインゲームで自分より強い相手探しとんやろな。しかし日向がここで研磨にとってすごく興味深いことをするんですね。万全の助走体制に入ったかと思いきや汗で滑っちゃうんですね。日向がさぞ萎えてるか怒ってるやろなと思いきや、見てくださいこの顔、全く落ち込んでないんですよ。もうちょいだったなーって思ってるんですよ。怖。でも心の奥底でめっちゃキレてる気もする。8年付き合った彼女と別れた2日後にも見える。もう平静を装うので必死。これには研磨の眼球も猫になります。一番似合ってるよ猫目が。そして影山様が日向の状態を正確に把握して日向の道を切り開くためにオープントスを上げるんですよ。それを見た日向のこの表情。あ、財布とスマホ見つかった、よかったね。研磨ブルブルマシンの上おる。そして我らが主人公がドンジャンプをかまして35巻は終わるんですよ。天才的な切り方。海外ドラマくらい続き気になる終わり方するな。僕も正直いくつか聞いてます。単行本派の待つストレスで死人が出たって聞いてます。これ36巻の表紙なんですけど、いいですよね。ゴミ捨て場の決戦を表すようにゴミの山の上に日向と研磨が立っています。猫とカラスもその様子を見ているんですが、前回の表紙で出ていた鳥かごが破られてるんですね。これは日向がドンジャンプで研磨の策を破ったことを表してるんじゃないかなと思います。前回ドンジャンプした日向で終わったんですけど、もうびっくりして研磨考えまくってますね。でも2回目でまぐれじゃないことを研磨は確信します。しかしさすが研磨、ゲーム脳でドンジャンプの対抗策をゲーム風に思いつきます。このアイコンタクト、でかいコマで見たら普通なんですけど、ちっちゃいコマで見たらめっちゃ可愛い。目でか。猫又監督も気づいてるんですね。もう監督レベルやん。続いてのシーン、トラのストレートを日向が取ります。っていうか肩にぶつかります。ボールがオーバー、発音できひん。これは村瀬様のやつを見よ。これを見て思うわけですよ。研磨は翔陽は戦うたび新しいと。レシーブの位置取りから紛れることもできるし、ドンジャンプもできるようになったんですよ。こんな進化する敵出てきたら嫌になりますけどね。そしてまさかのショルダーヒットボールがそのまま相手のコートに入って2セット目のセットポイントになっちゃうんですね。これでカラスの対ネコマセット数1対1の同点です。2セット目終了後、研磨の視線を感じてクローがなんだよって言います。よく喋るなぁと思って突然のパンチ。ここから研磨の回想シーンに入るんですけど、なんと人見知り引っ込み思案、みんな研磨のことって思いますが、昔はクローの方がひどかったらしいです。そらそんなん言われても信じないですよね。ほんで研磨が抱いたクローの第一印象、変な頭って。いやわかるけど、ステゴサウルスみたいやなって思った、横から見たら。まあ、クローが近くに越してきたんで仲良くしてねってことなんですけど、年が近いというだけで仲良くなれると思うな大人たち。
その通りっすよね。いくら一切違うからって気が合うから友達になるわけじゃないですか。こんなもん電車で隣に座った一切違いの人と仲良くせえって言われてるのと一緒ですよ。だからそれでここまでの関係性になったのはすごい縁だと思います。バーチャーファイター4やるんですけど、多分持ち主なんで剣馬が勝ってると思うんですけど、この体力差で勝負が決まってる感じ、そこまで接戦じゃないですね。ずっと負けてる方全然楽しくないやつ。持ち主がずっと勝ち続けるとね、こういう顔なるんすよね。そして耐えきれなくなった剣馬が聞きます。あるなあその顔は。この黒可愛いです。申し訳なさげステゴサウルスね。でもこれちょっと意図と違ったんですね。ゲームで違うタイトルやらへんって意味やったんですよ。首の角度だけやん。頼むから上から落とさんといてくれ。このクロウのアドバイスに対して、この人でっかい声出るんだな、中身を聞いてあげてくれ。せっかくでっかい声で説明してんねんから。水たまりにバレーボールがはまるだけでこの爆笑具合ね。この沸点の低さは相当飲まないと大人はなれん。そして内出血という恐ろしめのワードにただってつけただけでこの尊敬具合。え、こんなチョロマやったん？それでも魔王？そんなチョロかったあっちの魔王に勝てへんよ。ケンマがその夜食卓で、ケンマその腕どうした？って言われて、別にただの内出血。あー誇らしげ。てかお母さんにやな。お母さんは悪猫って感じの顔してるな。そして二人でバレーボールをしてる人たちを見に行ったんですね。その時に猫マダ先生と会ってるんですね。そしてこの時の猫マダ先生のセリフが後にクロウの生きる信念になります。なんとなくケンマはこの日をクロウは忘れないんじゃないかなって思ってたらしいですね。でこの日をきっかけに急速にうざくなったそうです。僕が代わりに言うときますね。でケンマのお父さんがケンマもサッカーに連れてってくれへんかな鉄くんって言うんですけど、ケンマは行きたくないと思うと。でもケンマは好きなことだったら一生懸命やるから大丈夫だよって言うんですね。いやケンマへの理解は当然ながら、お父さんのこの子他の子と外で遊んでなくて大丈夫かなってことも分かってるっていうぐらいの理解の深さ。阿部寛の堀くらい深いや。そして今に戻るんですけど、ケンマはしんどいことよりもゲームしたいなって時もあるけど、さてとやらなくちゃって思うのは悪くないよ。これをバレエの道へ連れてきてくれた黒に言うんですね。そして猫間感動シーン。しんどい時間は超えてきた。ご褒美タイムだ。よくわからないけど釣られてフォー、楽しそうやな。ご褒美タイムっていう表現の仕方が斬新でいいですね。勝利することだけがご褒美なら勝つ時が来たでいいんですよ。猫間にとってはしんどい練習をこなして勝負ごとを楽しめるだけの強さを手に入れたんですよ。だから勝ち負けじゃなくてバレーボールを楽しめることがご褒美タイムなんですよね。そしてそのご褒美は俺たちどちらかこれで最後。このコマ見るたびに眼球の奥にいるザブザが水遁大爆風やってくるんですよね。どうやったって3年生は負けたら引退なんですよこの試合で。もそれをみんな分かってながら楽しそうにコートに向かうそのギャップ、これを青春と呼ぶのよ。そして試合再開します。ケンマはサルカー工業に使ってた技も使います。勝手に大職に嫌われてます。ここはケンマとヒナタのバトルです。この姿をトラが見て思い出します。なんかお前らって不思議だよな。ライバルなのか？普通に友達だけど。友達はあんまりサバイバルナイフで刺し合わん。この比喩表現、バレーボールのユニフォーム着ながらやってるんが、異質さを感じさせていいですよね。そして福永が必死に繋いだボール、ネット越えそうどうしようって時に、黒が飛ぶんです。そして昔練習した思い出を想起しながら、バンハンドトスで上げるんですね。熱い。デモのやすさんが取る。そして日向のフェイントを江戸川が読みます。が、ロングプッシュなんですね。これは日向がうまいですね。この点が決まったと剣馬が倒れます。おい剣馬大丈夫か、どっかやったか。これですよ。僕ずっと悔しい系の言葉言うんやろなって思ってたんですけどね、むしろ逆で楽しいでしたね。何度攻略しても攻略し返されるってそりゃ楽しいですよ。初めて剣馬が別に以外のことを言ったんですね。そして日向がこのガッツポーズですよ。喜び方だけでいくとアラン君のボールレシーブした時を喜んでるんですよ。念願が叶った、剣馬に勝った瞬間ですね。クロウがもうお父さんのようなすがすがしい笑顔してるんですよね。それもいいんですよ。そして回想でね、バレーはなんとなくでやってるし疲れるのは好きじゃない、そう言ってた過去から今の場面に切り替わったら、なんで嘘ついたんてくらい夢中でバレーボール疲れながらやってるんですよね。もう一泊も挟まない場面展開、古舘先生上手ですよね。そして次の場面
めん、今翔陽が思ってること多分俺わかる。そら江戸川剣馬やしな。魔王を倒すべく死にかけの勇者を操りながらいつも矛盾したことを考えてる。まだ死なないでよ。発想がほぼ赤座よ。あんなに煉獄さんボコボコにして死んでしまうぞ教授郎。おまんが死に近づけとんねん。君が殴らんかったら死なん煉獄さんは。そして試合中 DF が剣馬にぶち当たります。うわぁ剣馬さんって言ったら大声で剣馬が怒るんですね。苦しい、しんどい、終わらないでほしい。もう剣馬の発言逆説まみれなんすよね。江戸川パラドックス剣馬に解明しろ。そしてもう両者拾いまくります。ここで田中の極上ラインショットが出ます。でも海君が上げるんですね。そして両者集中しすぎてあの合宿の体育館の練習風景に切り替わるんですよ。そしてここで剣馬が上げようとした時に全員分のボールについた汗で毛を滑らしてしまうんですね。それが決勝点となります。すると呆然としてた剣馬が負けたところで勝ったところで誰も死なないし生き返らないし悪は栄えないし世界は滅びない、壮大な世界を駆け巡るでもなく、ただ 9×18m の四角の中でボールを落とさないことに必死になるだけ。はぁ、面白かった。名言ですよね。どう考えたって文脈でいけばはぁ、おもんななんですよ。絶対に負けたり勝ったりすることで劇的なことが起こる方が面白いじゃないですか。そしてゼルダみたいにオープンワールドでどこにでも行ける、その方が自由で楽しいじゃないですか。でも剣馬にとってその大好きなゲームたちと比べても限られた四角の中でボールをつないでバレーボールをすることが面白いんですよ。そして苦労にバレーボールを教えてくれてありがとうと。そらこうなるよ。バイオレットエヴァーガーデンより泣くよ。そして影山にまたやりましょう。そんなびっくりする。そして笑顔で日向に剣馬来年もやろうな。うん、やろう。二人ともいい笑顔、二人とも願い事が叶ってよかったですよね。本当に日向が面白いままで居続けてくれて成長してくれてよかったです。カラスとカモメの喧嘩を見てる猫です。行けツッキー、ブロック対決じゃ。初手おもろ、メガネなんそれは。吐いた。ちゃんと言いそうなセリフが言えるのって相手のことをよーく観察して特徴を捉えて心理を読んでるからできることですよね。福永とモノマネ芸人やったらこのやりとり好きなんすよね。まず飴ちゃんを常備してる時点で可愛いんですけど、ハッカー字が入った飴選んだ。それだけでも驚きやのに全部黒に渡すん。何かしらの罪やん。まだ法的に裁けないだけの罪やん。ほんで二人仲良く食うとんかい。だるそうに食うな可愛いから。そしてここで日向がブロードと見せかけて普通の助走体勢に入ったんですね。ここのキュの効果音の描き方、分かりやすさがすごい。ワンパンマンのストーリーくらい分かりやすいやん。絶対に勝つんやからハゲが。日向の方向転換したこととその際になった床の音、二つ意味をなすんやから。ロメロなんかより全然華麗なは古舘先生よ。これを発案した。そしてこの動きを剣馬は幅から高さへ瞬時の武器の切り替えっていうゲームの例えをまた想像してるんですよ。この妄想っ子は。でも残念ながらわかる。だいたいゲームしてる人はプレステやったらこれ R1 か L1 で買えるんやろなーとか思いながら見てます。また妄想してるやん。ゲーム脳が過ぎるって。次見てくださいこの剣馬。満面の笑み。こんな素敵な笑顔で笑うんですか小爪さんって。個人的には日向にトスを上げる剣馬が見てみたかったですね。さぞこんな笑顔で上げるんやろなぁと想像するとなおさら見てみたいです。ここで配給史上一番悲しいことが起きます。これ剣馬に大変申し訳ないんですけど、僕これ見た時に、あ、日向が出てない試合なんか興味ないんやな、だから帰るんかって思ってたんですよ。かと思ったら日向のところに真っ先に向かってたんですね。そして一言、友達を励ましに来た。嘘やろ。そんなカード持ってた。まず他校の中で誰よりも先に日向に駆け寄る行動力ですよ。そしてかける言葉のシンプルさとストレートさ。俺は励ましに来たんだよ君よと。加えてただの一回も日向に言ったことない友達ってワードを使って言うんですよ。あんなに泣いてたのにまだ泣かす気か日向を。しかもタブレットちゃんと持ってきて試合見れるようにしてるんですよ。心読みすぎやろ。あーにゃ。このおまけもいいんですよ。僕の中の一個の説があるんですけど、古舘先生っておまけって言葉の意味分かってない。価値が高すぎておまけじゃない。メインを食らいすぎとるんよおまけが。ダークナイトのジョーカーか。
日向にタブレットを渡してきた後の九郎との会話なんですけど、めちゃくちゃ言い訳しちゃうんですね、恥ずかしくて。剣馬がそれを九郎が遮って、剣馬くん、しんどい時は友達の顔見るだけで救われるものよ。いいこと言うな、痒いとこに手が届くな。剣馬の恥ずかしいって気持ちを分かった上で、君がやったことは正しいよって、きっと日向のためになってるよ。バレエだけじゃなくて現実のフォローもうまいんかい。会話のなんやこのハイスペック。 MacBook Pro か、これはぜひアニメで反映してほしいですね。続いてブラジル編、日向のスポンサーの話になります。バウンシングボール、誰の会社やろうと思ったらキャンマさん。めっちゃかっこよなってる。何くくっちゃってんの髪の毛。色気が出とるよ、色気が。見てください、このプロフ。大学生、株式トレーダー、プロゲーマー、 YouTuber、 株式会社バウンシングボール代表取締役。今日敗者の君は何者になったん？何者かになりすぎてるよ。もうやってること全部から汗水を垂らして働きたくない感が伝わってきますね、強く。絶対 YouTuber はゲームの実況系チャンネルアカウントでしょうね。他に何かやりたいことがあるからバウンシングボールっていう株式会社を設立したのか、法人化した方が税金が安くなるからってくらい稼いでるかですね。モンジェネ世代で下手し一番稼いでる。日向この後山登り行くんか。まあ古い一軒家の借家に住んでるみたいですね。まあ古かったらそんなに家賃は高くないでしょうね。すごいのよ部屋が。あ、ファミコン、プレステ、ゲームキューブ、スイッチ、VR 全部あるやん。そして日向が聞くんですね、なんでスポンサーをやってくれるのかと。なんとなくお金あるし。言ってみてー。あ、ひなだとシンクロした。でもつまんなくなったらやめる。なんやその怪しさは。妖艶すぎるやろ目つきが。結局一緒なんですね、高校の時から。面白いままでいてねってことですよ。もうお金をいただいてる以上完全に主従契約ですけどね。そして日向が帰国する時、なんと一緒に住んでたペドロが小津犬のファン。え、ブラジルの人に認知されるくらい強いん。じゃあチャンピオンやん。何のゲームか知らんけど。違う界隈でちゃんと成功してるんですね、ケンマは。はい、そして2018年11月、日向が帰国したことを表すようにいろんなところにブラジルのお土産が飾られてます。ぬくぬくこたつでスイッチ、 iPad、 スマホ、いいなぁ。ケンマは家でムスビーとアドラーズの試合を観戦します。日向がボールを前に落とします。それを見たクニミちゃんとケンマがいいとこって思ってるんですね。こっちにとってはいいとこで、相手にとっては嫌なとこ。これを常に意識して嫌なとこを狙ってる二人だから考えることですね。ちょっとこたつの上に顎乗せるのやめてもらっていいですか。死人が出ますので、かわいすぎて。でもさっきの嫌なとこついたやつ、ロメロが華麗に返してびっくりするんですね。二人ともかわいいですね。影山が2と見せかけてロングプッシュした時もゲラゲラ笑ってます。そんなに人が今日疲れた姿を見るのが面白いかね。そして影山がコート外からセットアップした姿を見て、菅さんはジーンって泣きそうになってるのに、そっからもっと感動しようよ。泣きそうな二人に挟まれてるよ、コマ的には。そしてこちらが剣馬の最終登場シーンです。めっちゃパエリア頬張っとる。それ最後やで、ええんかそれで。福永の多彩設定はなんなん。それも含めてのお笑いか。でも幸せそうに口パンパンに膨らませてて僕は嬉しいよ。そして現段階で最新の剣馬は祭り再びで登場した時ですね。要約すると、日向とコラボ動画を撮るためにブラジルに来ました。野安さんがまたおるな。もうどペルゲンガーやろ、あんなにおったら。もうブラジルにいるだけでチャットは大盛り上がりです。そして日向登場。ゲーム実況ファン、そもそも日向知ってるんかなと思いきや、日本代表また来た、出た、また来たの。どんだけコラボしてんねん。また来たって視聴者さんに言われてる始末。一番遠くで口開けてる剣馬可愛い。ここで剣馬の経歴を知らない視聴者さんがコメントするわけですよ。小津剣バレーできんの、死なない、小津剣日光平気、罰ゲームか。剣馬のこと無ザン様やと思ってる。そしてちょこっと剣馬がレシーブすると、小津剣バレーうまーって笑われてるんですね。これも知ってる僕ら読者側からしたら嬉しいコメント欄ですよね。小津剣何者、すげーとか言われてるんですよ。そら全国大会に出たセッターですもんね。ってこうやって読者は優越感に浸っちゃうんですよ。俺知ってる、私知ってるでって思っちゃうんですよ。そして動画終わる頃には死にかけてると。そして最後です。なんとここで負けたところで、勝ったところで誰も死なない、生き返らない、悪は栄えないし世界は滅びない、世界スポーツやろうぜ、 9×18 メートルの四角の中でボールを落とさないことに夢中になろうぜ、
という剣魔のあの時負けた時に思ってたセリフが出てくるんですね。しかもそれを剣魔じゃなくて九郎が思ってるんですよ。猫又先生のネットを下げるっていうことを自分の信念としてバレーボールを普及することに一生懸命になること、加えて自分の元相棒が感じたバレーボールの面白さ、それを自分が繋いでいくこと、それが九郎の生きがいなんですね。その九郎の中に剣魔の全身全霊で感じた感動が残ってる。それがまた連鎖して我々読者に感動を繋いでるんですよ。最後に剣魔の姿は映ってないですけど、とてもほっこりした気持ちになりました。ということで皆さん、たびたびですけど絶対この試合見ましょうね。はい、この動画を最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。今回この剣魔の動画を作ってみて、深掘りをしてみて、改めて気づかされた点がたくさんあるんですけど、本当に剣魔はこれでもかっていうくらいキャラが引き立ってますよね。このキャラと似てるなーっていう人がいない。明確にゲームが好きって言ってる人って剣魔だけですしね。おとなしくて賢くて人見知りで、何よりズバ抜けて可愛い、時に怖い。勝利をするために選択する手段が恐ろしく冷酷なんですよね。恐ろしいまでに冷酷だなーって感じた選手は他にはいなかったですね、配球の中では。それが故に本当に唯一無二の選手だと僕は思います。剣魔推しの方、剣魔推しに変わられた方、このコズメ剣魔という素晴らしいキャラクターをこれからも推していきましょう。最後まで見てくださってありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、どうもガジマルです。今回は新シリーズヤックンことヤクモリスケの魅力について語っていきたいと思います。こちらも皆さんに行っていただいたアンケートの結果で選んでおります。ネコマは剣魔以来ですね。早速プロフィールから触れていきたいと思います。お名前ヤクモリスケ、名字の由来として一説では西表山猫の生息地で知られる屋久島の森が由来なんじゃないかと言われてます。まず2012年時点でのプロフィールです。猫間高校3年5組、ポジションリベロ背番号3、身長 165.2cm、 ひなたと1センチ差ですね。 165cm の芸能人はバカリズムがいました。体重 60.2kg、 誕生日8月8日、のやすさんと一緒で覚えやすい。兄弟構成弟2人。おー、やっぱりお兄ちゃんなんやな。のやすさんってやっぱドスエッコやからあんな落ち着きないんかな。誰かがケツ拭いてくれる前提の動きしかせえへんもんな。好物野菜炒め、健康的な猫、最近の悩み、後輩がなんかいろいろ心配。めっちゃお兄ちゃんやん。大違いやな、うちのリベロとは。のやすさんの動画を14本作った後に君の動画作ろうとしてるから余計差を感じるよ。パラメータ高っ。パワー以外ほぼ4やん。そしてヤックン2021年のプロフィールもあります。所属チーグルエカチェリンブルク、ロシアバレーボールスーパーリーグ。身長 167.3cm、 体重 64.4kg、 2cm 伸びだな。最近の悩み、子供料金にされることがある。仕方ない。ロシアの平均身長調べたら 177cm でした。平均でそれやからもう180まみれよ。あの時のやっちゃん状態やな。え、能力パラメータえげつな。レセプションとディグ10やん。リベロなんやからもうそれでいいやん。古舘先生から一言、悩みを相談すると微妙に的外れな回答してくるし、最後には絶対筋トレを勧めてくる。出たよ、筋肉界。そんな鍛えてんの？パワー1やのに？あかん、しばかれそうや、やめよう。では続いて、ヤクモリスケ初登場シーン、紹介していきましょう。こちらです。なんと関東です。なんか感じるんよなぁ。岩を。髪の毛の色、質感？もっとクセっ毛のイメージ。表紙とか覗いて、作中で初めて登場するシーンはこちらです。顔優しい。岩ちゃんしっかり、最初みんな優しいな。最初だけ優しいとか、ディアゴスティーニと一緒やで。そして早速ですが、カラスの高校 VS ネコマ高校の練習試合が始まります。まだ僕はこの人のことをヤックンと認めてません。その隣の隣のモンジャラみたいなやつも認めてない。ここで早速カラスの変人コンビが速攻を仕掛けるんですけど、ちゃんとヤックンレシーブするんですね。まだネコマ序盤の方なんで、あんまりヤックン活躍シーンで少ないんですけど、この練習試合の中で一番ヤックンに焦点が当たるシーンはこちらです。オープントスから朝日さんが思いっきりスパイクを打つんですけど、ヤックンがこれをふわっとレシーブするんですね。ここに野安さんは反応してるんですよ。ナイスプレイセンサーが働いちゃうんですよ。この他のシーンでも朝日さんのスパイクをしっかりと拾ってるんですね。で、実はここでまたしても変人コンビが速攻仕掛けるんですけど、それをヤックンが反応して拾うんですよ。ネットに引っかかってしまうような形にはなるんですけど、でもこのめちゃくちゃ地味なここから、ネ
ネコマは必死に繋いで、最終的に研磨が打ったボールでカラスノに勝利するんですよ。繋ぐの一歩目を担ってるんですよ、ヤクモリスケは。しかも頑張って拾った研磨が倒れながら打ったんで、すぐに大丈夫かって駆け寄ってるんですよ。優しい。こんな野安さんやったらヒップドロップしてるからな。クッパやったら B したよ。手まで差し出してる。絶対に紳士やん、この人。彼女にも優しいやろ。こんな感じであっという間に練習試合終わっちゃうんですけど、このコマ結構好きで、あれが個人じゃなくチームとして鍛えられたチームなんだろうな。その鵜飼コーチの言葉とともに、ヤックンとタケトロが研磨の背中を押して苦労が笑ってるっていう描写ですね。この描写プラスこのナレーションがあるおかげで、あ、ネコマってチームとして仲いいんやな。ここの全員の絆深いな。それをこの一コマだけで感じれるのですごい好きです。そして来ました、野安さんの動画でも触れたこのシーン。うちのエースのスパイク、あんなにちゃんと拾える人初めて見ました。あんだけ全員レシーブのレベルが高いチームでリベロの座にいる実力、やっぱすげえと思いました。このセリフを言われてる時点でヤックン考えてるんですよ。何を考えてたかっていうと、やばいっすね、彼だって相当レベルの高いリベロなのに慢心するどころかひたすら上だけを見てる、怖いっすね。このシーン二人とも好きなんですけど、素晴らしいですよね、このヤックンの視点。自分の方が上手いから、おう、頑張れよ、みたいなスタンスじゃなくて、ちゃんと野安さんと同じように試合中のプレイを見ていて、野安さんのことを相当レベルの高いリベロって判断してたわけですよ。それなのに、自分のところに来て、相手のプレイが素晴らしかったってことを伝えた上で、自分も負けないっすって言われたところを拾って、この人上手いだけじゃなくて向上心まで持ち合わせてるやんと。もはやそれは楽しみじゃなくて自分よりも上手くなるんじゃないか、そう思わされるだけの怖さがあると、これを菅さんの前で言ったわけですよ。聞いててめっちゃ気持ちよくないですか。褒め方として満点なんですよね。僕が菅さんやったらめちゃくちゃ鼻高いですもん。背後から凝視されたことにも触れへんし、この時にね、野安さんもヤックンも人格者やなって思いましたね。ここは大人のやりとりですね。アラン君の代わりにヤックンと菅さんが突っ込んでます。そして帰る時もね、何これ彼女目線、先に下校するヤックンを見送る時の彼女目線。そして次のコマなんですけど、非常に刺激が強いので気をつけてください。カラーバーの配給が欲しくなりますよ。こちらです。モノクロの時何にも思わんかったけど、カラーになった瞬間いい。何がいいってやっぱこのニットのベストよ。前3人かっこよすぎるやろ。ヤックンはベストしてないっていうのもなんかわかる。ベスト着るとちょっと知的さが出てくるから、ヤックンはやっぱ男らしいからもっとワイルドさを出してほしい。全員いい感じでネクタイ緩めててかっこいいけど、井岡はなんで外した。柴山は社会人やろ、 IT 業界の。今日電車で見たぞ。そして日向が噂をしたことで研磨がくしゃみをしてしまいます。そうでもおかんが出るんですよ。お兄ちゃんであり猫間のおかんなんですよ。こんなすぐ出さへんよ、男子はティッシュを。ここで噂ラッシュが起こるわけなんですけど、ヤックンも風邪ひきます。あ、インナー青なんや、珍しい、赤やと思ってたわ勝手に。そしてここでね、研磨が日向と喋ってるんですけど、もうそれを見ただけで泣いちゃいます。ヤックン、あの研磨が人見知りせずに喋ってるよ。ほんまにおかんに見えてきたな。うわー、この扉への三年図いいな。カラスの猫間の三年図が一番後ろからみんなを見守ってるっていう構図がいい。ヤックンいくらなんでも少年すぎるけどな。美女が小5なんよ。よく見たら日向の肩を押しのけてスイカ取ってる野屋さん。草、スイカへの執着心カブトムシやん。続いて第三体育館組の元に集まった役さんです。おいリエーフ、転がってんじゃねえ、レシーブ。立花さん声高いんよな。もうちょっとヤックンって低いイメージがありました、勝手に。このわずかなシーンなんですけど、こんだけしか喋ってないのにやっぱり後輩の面倒見がいいなって思いますよね。野屋さんが後輩に指導するシーンないもんな、ほぼ。そしてあっという間にバーベキューに入ります。え、これヤックンどこおるん。おる、ほんまに。あ、ここ分かりづら、白目向いてるし。そしてこのキャプテンズの恫喝を見て冷静に突っ込んでおります。ここでね、カラスノのあの子挙動不審だけど大丈夫と言ってくれるわけですよ、ヤチちゃんのためにね。でもね、残念ながらこれがすでにフラグだったわけですね。この時のヤックンはちょっと半分面白がって言ったんでしょうけど、これが未来のロシアでの自分だったわけですね。ご愁傷様でございます。続いてなんともフクロウダニ戦に入るんですけど、ヤンキーイケメン猿坊主金髪トサカにラジオ体操、なんなんこの絵。もうこの辺はヤックンですね。有無を言わさない問答無用ヤックン、別人やん。ほら、こういう苦労を見てるだけの顔も素敵やもん。
この会話好きなんですよね。天然のキャラを表現するときにこういう会話ってありがちじゃないですか。たまにそれが行き過ぎてて、いやそれは間違えへんやろって思っちゃうような不自然な描写があると萎えるんですけど、この会話は下手しいあるぞ。日本のどっかで起きた会話やぞこれは。そしてなんとやっくん表紙です。あの及川徹、九郎哲郎でさえピンの表紙はないというのに、一体どんな手を使ったんや。しかも全表紙の中でも唯一の真っ赤。古舘先生お気に入りなんかな。やっくんここで茜ちゃん初登場するんですけど、それを爽やかな笑顔で、相変わらず気合入ってんなお前の妹って竹虎に向かってからかうんですけど、あと相変わらずリエフの姉ちゃんめっちゃ美人。意外でしたね。そういうちゃんと美人に興奮する心あるんやって思いました。はい、そして袋谷戦始まります。熱いカードですねこれ。まずサルクイ君がサーブ打つんですけど、もう打った時点でやべって思っちゃうんですね。やっくんの方に飛んでいくと、このやべだけでいかにヤクモリスケという人物が対戦経験がある敵からすると脅威であるかがわかる描写です。はい、そしてこれ野安さんの動画でも触れたシーンですね。野安さんが鼻高々に、猫間には森助くんがいるんだぜ、心配ねえよ、という野安さんの役森助の魅力について語ってみたコーナーです。野安さん曰く、いいかしょうよ、すげえレシーバーはな。ここでヤックンの描写になって、北斗さんがスパイクを打つ前に先読みして左に動いてたんですね。そして移動したその先にまるで吸い込まれるかのようにボールが来ます。そこでリエフのお姉ちゃんがナイスレシーブ、真正面でラッキーって言うんですけど、アカネちゃんが違うよ、ヤクくんがコースに回り込んでたんだと思う、そう言ってくれるんですね。アカネちゃんにはコートの情報が正確に見えてます。そして野安さんが、すげえレシーバーは必ずしも目立つわけじゃないんだぜって言ってる時のヤクくんがかっこいい。オイカーのサーブ取った時の大地さんみたいに笑ったり、ブロックを決めたクローみたいに笑わないんですよ。ただただ当然であるかのようにボールを拾って相手の方をじっと見るんです。怖え。バレーに限らずこんなプレースポーツでされたら怖いな。僕との顔に興奮と感動が垣間見えます。これを見た後輩大興奮、あの厳しい目を持ったあかねちゃんも興奮してます。なんとやっくんはスパイカーのフォームとか癖、あと味方のブロックを見てコースを絞り込んでたんですね。しかもあのスパイクを打たれるまでの一瞬、いろんな情報を複合的に処理する力だけじゃなくて、その判断のスピードまでいるんですよ。これを聞く限り簡単に身につくスキルではなさそうですよね。でもこのレシーブがフクロウに火をつけます。他の場面でもちゃんと僕とさんのスパイク拾ってるんですよ。ヤックン、ヤックンに注目していくとね、こんだけ拾ってます。アカネちゃんネズミみたいな顔になってるよ。はい、そしてタイムアウトです。ケンマンに言われるほど絶好調です。ヤックン、続いてのシーン、僕とさんがスパイクを打とうとするんですけど、僕とさんが打つとこねえなと思ってしまうディフェンスをネコマが見せます。このヤックンだけじゃなくネコマ全体が放つプレッシャーかっこいいですね。おい、今日姉ちゃんの方が目立ってんぞ、活躍しろ巨神兵。なんやそのいじり、巨神兵やったら割とかっこよくない。その巨神兵がうなれかまいたちを放ちます。あ、めっちゃ怒ってる。このプンプン怒ってるヤックンかわいいな。二人がかりで止められてるやん。さすが筋肉界に入ってるだけはあるな。次、僕とさんサーブです。これカイ君がレシーブして、普通ならサービスエースの手応えなのに化け猫レシーブ目って言うんですけど、実はこの直前にちゃんとヤックンが少し下がれって指示を出してたんですね。素晴らしく的確な状況判断。また取ってるやん僕とさんのやつ。この試合何回僕とさんのスパイク上げてんねん。このクローが遅れてブロックに飛んで、きっと取りにくいであろうボールも拾います。活躍しとんな、わかりやすく。ここの打っても打っても拾われる、そしてフロアディフェンスを意識しすぎればブロックに捕まる、このアカネちゃんの言葉の時に、やっぱり拾われるって単語のコマにはヤックンがいるんですよ。拾う代表なんです、ヤクモリスケは。解明する？ディグモリスケに。え、響きやな、ディグモって呼ぼう。めっちゃ笑うやんディグモ。この次はね、赤足が見事に僕とさんの調子を立て直してしまったんですね。ここでクロウが目だけでヤックンを脅迫するんですけど、それでも取れない。もうスパイクの描き方変わってもうてるやん。トルネードしてない？この完全に復活してしまった僕とさんを止められずに、ネコマはここで負けてしまうんですね。ヤックンも悔しそうです。はい、息継ぐ暇もなく野蛇戦始まります。それでは、心の準備はよろしいでしょうか？皆様、ヤク・モリスケ史上一番かっこいいシーンがこちらです。
まず巨神兵が自分の失敗を振り返って反省してます。そこにヤッくんがこう声をかけるんですよ。お前は5点ミスったって10点取ってくりゃいいんだよ。あとは相手に取られなきゃいい話だ。かっこよすぎるね。これぞかっこよしよね。1年生の後輩に対して全然ミスっていいよと。お前は攻撃なんやからミスる数より点を取る数の方が多かったら問題ないやんと。後輩の心を軽くするような言葉を言ってくれたと思ったら、俺は守護神として敵に1点も取られなかったらそれで勝てるからなっていうこの圧。それを実行してしまいそうなこの気迫。錯覚か、背中バカでかくない？これが噂の男前屋さん、共同経営者岩泉はじめの。これには猫間メンバーもかっけーって言ってしまいます。後輩は意気込んだり、なんなんだリベルは男前じゃなきゃやれないポジションなのかと動揺する後輩もいます。あ、こっちのアホ男前です。でもこの人も間違いなく男前やしな。竹虎が言いたいこともわかるよ。続いての場面、リエフがミスってめちゃくちゃイラついてます。熱くなんな、まず一本丁寧に。ちゃんとその様子を見てヤックンはリエフに声をかけてくれるんですよ。なんて優しいの。ほんまに面倒見がいいわ。この扉へのヤックンもいいな。めちゃめちゃ強そう。あの位置絶対中ボスやろ。そして次のシーン、リエフが感情的になっていて絶対叩き落とすって気持ちで腕をぶん回してブロックをするんですね。ただそのブロックでは止められずに抜けた先でヤックンが拾います。この後ヤックン激切れ。ここセリフ言おうと思ったけど高すぎてでん。ここリエフが逆切れなんですけど、ヤクさんは絶対拾ってくれるじゃないですかっていう絶大な信頼を見せるんですね。照れた、珍しい。やめてくる、怒らさんといて。ここで竹虎がブロックに当たったボールを拾うんですが、このままで相手コートに帰らないっていうところでヤックンが華麗なレシーブを見せるんですね。こんな飛び越えながら打てる。ここで繋がったボールを結局リエフが決めます。うわ、めっちゃいい。この扉へ手も使わんとかぶりついてるヤックン、かわいい。そんな食べたかった、さながら猫やで。え、何、剣馬も欲しいん、その唐揚げ棒みたいなやつ。この一枚で猫間の中の良さが伝わるんがいいわ。しかも制服着てるからね、エモみが増すんよ、エモみが。はい、続いて S に目覚めてしまったリエフくんです。ちょっとだいぶやばい顔してるな。怖いもん、セリフも顔も背丈も高いから余計怖い。この自分が S に目覚めましたって報告をした後に、でも今のはなんつってもヤクさんのレシーブっすね、マジかっけーっすって言って振り返るんですけど、ざわついてるんですね。どうやら先ほどのプレイで着地の際に観客の足を踏んで、踏んだ側であるヤックンが怪我をしたんですね。これバキでも見ましたけど、格闘技でも殴った方が骨折するとかあるらしいですね。ヤックンは観客に謝って試合に戻ろうとするんですけど、あまりの激痛に顔を歪めてしまいます。それでもヤックンは試合に出ようとするんですけど、当然止められてしまいます。ここでヤックンがクローンに対して悪い言うんですけど、ヤックンにはいつも面倒かけてるんで、たまにはベンチから猫間の勝利を見るのもいいんでないの。優しい。あとアニメやったらヤックンって言ってたんですけど、ヤックンじゃなくて3年生どこの高校も優しい。これに泣きそうになるヤックン。この残された3年2人の顔かっこいいですね。かっこいいのやめて、触れたくなるから。まあヤックンの回やから。そしてここでヤックンがおもむろに話し出します。俺はこの1年怪我も病気も一切やってないんだ。なんで今なんだ、なんで。むずすぎ、声優さんすごすぎ。このシーンはあまりにも悲しい。ヤックンも読者も泣いてしまいます。本当にヤックンの言葉通りです。真面目に練習して後輩の面倒も見て全国制覇を夢見て、ここまで迷いなく腕を磨き上げてきたんですよ。そしてここで勝てなきゃ全国大会に行けないんですよ。その場面で別にラフプレイしたわけじゃないじゃないですか。必死にボールを繋いだだけじゃないですか。猫間の守護神としてヤックンは当然のことをしたんですよ。なのに怪我をするんですよ。そりゃ思いますよね、なんで今なのかって。なんで1、2ヶ月前じゃないんやと。なんで全国大会に行けるか行けないかが決まる重要な試合で自分に不幸が起きるのか、悔しいですよね。でもこれは僕は古舘先生がこの配給という作品を通じて結構伝えたいことなんじゃないかなと思ってます。どれだけいい行いをしようが、正しく努力をしようが、そんなことは関係なく不運は平等に起こる。残酷ですけどそれが現実で、それが真理だと思う。それを古舘先生、ヤックンとかイタチヤマの師匠の飯綱日向を通して読者に伝えてると思ってます。その上で学ぶべきなのはオミくんの考え方なんでしょうね。オミくんの話やないか、まるでオミくんの魅力について語ってみたになってる。そして残されたメンバーは逆に気合が入ります。そしてね、芝山はああ見えてできるやつだ、心配すんなって声かけられるんですけど、なんと芝山は心配じゃなかったんですね。これ芝山が聞いたら泣くやろな。心配なのはドエスロングうんこらしいです。そしてここで回想シーンに入ります。2組黒鉄郎
3組の役森助だ。サンネンズ初対面の時ですね。めちゃくちゃ仲悪かったんですね。最初クロウは中学時代にヤックンの中学にボコボコにされてたらしいです。この二人はとにかく趣味思考が全部逆っていうのが分かる描写がこれから描かれるんですけど、これは次のクロウの動画の時も触れたいんでいくつかピックアップしますね。僕の好きなのはここですね。カイ君にヤクはショートカットが好きなのかって聞かれて好きって満面の笑顔で可愛く答えたのに、フロワーって聞かれてロング、顔よ、アスキーアートやん。これ皆さんはどうですか、この2択シリーズ、ヤックンとクロウどっちの方が共感できました。よかったらコメント欄で教えてください。僕はちなみに肉、ショート、甘口、海、ノッチ、ミカサしか知らんから、ミカサ猫様式ですね。ただ僕がこのシーンすごい好きな理由は、1年生の目標発表の時に全国制覇っていう目標だけが同じだったんですよ。何もかも違ったのにバレーボールにおいての目標と価値観だけは一緒やったんですよ。この表現いいですよね。むしろそれだけでいいですもんね。そこの価値観さえ合ってればいいんですよ。そしてカイ君が後ろからニコニコ笑いながら右に同じですっていうも可愛い。二人ともちょっと気まずい顔した後にやってやるぜって顔でちょっと笑ってるん可愛いな。いいな、ここエモいな。そして回想から試合中に戻って怪我をしてるヤックンの背中とクロウの背中が映って、タイトルがパイセンの意地なんですね。そのサブタイトル通りクロウ活躍します。大将くん相手にドシャッと決めるんですね。それを見てちょっとうるうるしながらヤックンが笑うんですよ。俺がうるうるしてきたわ。きっと俺がおらんからいつも以上にクロウが奮闘してるのを察したんでしょうね。その友情に嬉しさと感動を覚えてるんですよ。危な、マジで泣きそうやった。そして信頼してる柴山がきっちりレシーブを上げてみんなから褒められてる姿を見てガッツポーズしてます。やっぱりヤックンの目は間違ってなかったんですね。猫間のリベロとして相応の実力が柴山にはあったんですよ。ここでクグリがスパイク打つんですけど、想像以上のガチみ、怪我大丈夫なん。そして最後竹虎がスパイクを打って決めてくれます。猫間高校全国大会への切符を手に入れました。ここでヤックンが合流します。一番最初にヤックンが泣いちゃうんですね。ここが野安さんとちゃうポイントですよね。めちゃくちゃ男らしいのは一緒なんですけど、きっと日向と一緒でいい意味で感情的なんだと思います。まず3年ずで喜びを分かち合って自分の代役を見事に務め上げた柴山を抱き寄せます。そして2年ずを笑顔で包み込み、最後に1年を撫で回る。何これ、ボクトさん亜種犬岡じゃなくない、ボクトさん色地やん。そしてクロウがこの試合を振り返ります。クロウは自分の中ではこの試合ではまぐれでもいいからリエーフの持ち味が発揮される方がいい気がしてたらしいんですね。でもリエーフはその期待以上その上を行きやがったよと褒めたわけですよ、ドエスウンコロングをね。それなのにお前下手くそには下手くそって言ってやれよ、具体的にな。有吉が引くど毒舌すぎて。そしてカイ君が冷静に、いや自分がレシーブできなかった直後にブロックが悪い、修正しろなんてなかなか言えないよと怒声論を言ってくれます。そこでクロウが、ヤックンほどレシーブに自信満々じゃないからね。ん？じゃあ自信満々になれよ。ちょいちょい無茶言うよね。突然の天然、自信があるにも程があるやろ。みんなが自信満々になるならスノーなんて流行らんわ。そしてこのおまけがいい、カラスノも青葉城西も3年生素敵やけど猫間もいいな。この3人全員キャプテンできそうなんよな。カラスノって絶対朝日さんキャプテンじゃないでしょ。猫間は全員頼もしい3年生が。いやよかったよ3年生、全国大会行きましょうか。じゃあ一方その頃不活発猫はしっかりホテルまた旅に泊まってるんやね。選んだんわざと。猫間三年ズが談笑しております。ここめっちゃ細かいシーンなんですけど、来年、ああ今年かっていうクロウのセリフがあるんですけど、めっちゃリアルちゃいます、1月の会話として。この細かいセリフ回しがたくさん積み重なって配球の現実感につながるんでしょうね。クロウは後輩のインターハイ見に行く気満々です。そんな話をしていると妖怪ココア探し座敷わらしとエンカウントします。目立つの嫌いな研磨をとうとう全国まで引っ張り出しちゃったな。どう見ても全国大会出場のスポーツマンには見えねえよな。いやよくやってくれたよ猫間メンバーは。全国の研磨推しの皆さんが感謝してます。ありがたくグッズ買わせていただきます。そして引きずり込んだ張本人のクロウが多少罪悪感があるって話をするんですけど、研磨はそういうの割とどうでもいいんじゃね。ヤグってほんとそういうのはっきり言っちゃうよね。野蛇戦の最後といい全部正直に言うな。そしてここは研磨の動画で触れましたけど、続ける絶対的理由はないけど辞める理由も別にない、どっちでもないは普通だよという研磨の持論を展開されて、ごもっとも、冷静だなって二人は言ったのに、う
難しい話すんな。そんなに難しくはないよ。まあちょい横のヤクン可愛いしええか。そして妖怪ココア探し座敷わらしは巣に帰ります。そしてここから研磨の話題になるんですね。早起き事件を振り返り、日向と出会ってから研磨がやる気を出してるように見えるなぁとか、そして黒尾が研磨との思い出を振り返り感傷に浸ってたのに、後輩の成長に思いを馳せてる場合じゃねえんだよ。ヤクン、情緒って知ってる？春子、あと4日間、俺が一番目立つ。あ、目立ちたいって願望あるんやね。今日も仲良く喧嘩しております。こういう仲のいい微笑ましい3年同士の喧嘩ってカラスノではなかなか見れないんで、いいですよね。新鮮です。はい、そして猿川工業戦始まります。スパイク飛んできますが、ちょうど竹虎とヤックンの間です。それを瞬時に判断してヤックンが捌きます。どうも切れてますね、ヤックン。このクロウと交代する時のヤックンかっこいい。ちょっと悪そうに笑うんがいいね。いい表情してます。どうも相変わらず先読みして動いてます。そしてここです。ヤックンの実力を知ってる人だったら違和感に気づくシーンですね。絶対ヤックンやったら A パスで上げれるところをレシーブが乱れるんですね。実況で、しかし猫ま少しレシーブが流れてしまったかって言われてて、それを見ていた大将くんも、おいおいおい、それはしっかり上げてやれよって言うんですけど、これは意図的にヤックンはやってたんですね。こちら第1セット2回目のタイムアウト中の猫まの会話です。猿川工業の意図に気づいてます。その上でメンバーで出した答えが、慣れてみせますよ。うおー、かっこいい苦労と思ったら、レシーバーに任せんのかい。カイ君、ムカつくときは怒ってもええんやで。誰か怒り出すんか思ったら、過保護上等、セッターを動かさねえのが猫魔品質だ。乗るんかい。過保護上等ってセリフもんぺすぎるやろ。研磨の大もんぺやん。さすがは猫魔のおかん。菅さんと喋ってる時とか授業参観日かと思うもんな。そしてここで研磨から提案があったわけですね。それを心よく受け入れて、他に要望はって聞いたら、高く上げてほしいかなって返ってきたんで、全員で了解って言うんですね。かっこいいよ、ここの駒。戦隊もの感あるな。絶対にヤックンレッドの顔してるもんな。熱血系の。ここからさらに粘り合いが激化します。頑張ってヤックン拾いまくってます。コート外にいる時も、凄まじい気迫を放って、半歩早くボールへたどり着け、その半歩がボールを操る余裕になる。これはヤックンが思ってるセリフなんですかね。試合への集中と勝利への執着心が伝わってきます。そしてなんとか猿川工業に勝利します。このほぼ全員が疲れてる状況でも一人だけ元気に飛び回っとるな。なんで野安さんといいこんな元気やね。男前で元気じゃないとリベロはできひんのか。はい、そして試合終了後です。これで研磨がゲームやってる時の半分ぐらいでいいから、バレーにアグレッシブになってくれたらな。勝手なアテレコやめてください。あ、ヤックンってそういうボケするんやってなりますよね。男らしさだけじゃなくて茶目っ気もある。はい、そして先に猫も試合が終わったので、カラスノと稲荷崎の試合を観戦してます。ここで野安さんが厚むのサーブを取れなかったシーンを見たんですね。カイ君も西野屋からサービスエースを取ったと驚いてます。その時にヤックンは何も喋らないんですけど、おそらく敵もなかなか強いなっていう気持ちもあるし、でもどこか優やったら大丈夫だろう、そう思っててほしい。ただの僕の願望です。そしてカラスの対猫魔戦の前日の夜です。どうしたんヤックン、口尖らせてふーってやってんの。ここで研磨がかっこいいこと言いよるんですけど、それに対して、お、研磨がやる気だなみたいな顔してますね。次の駒ここで描かれてないんですけど、絶対ヤックンも強心臓組ですよね。野安さんと入眠速度競ってほしいな。続いてヤックン誰と飲んで、違うわ、猫又先生や。猫又先生の若い頃バカかっこいいですよね。ヤックンかける研磨みたいな。絶対このビジュアルどっかのチームにおったら大人気やろ。口も悪いし。そしてついにカラスの対猫魔戦が始まります。二人とも威張ってて可愛いよ。ヤックンの方が若干胸張ってるからヤックンの勝ち。ここで野安さんの時にも触れました。新技をお披露目した野安さんに対してヤックンが、ユー、会うたび上手くなるじゃねえかって言うんですよ。もっと絡んでほしいのに。貴重な貴重な野安さんとの交流シーンです。いつでも素直に人を褒められる人は素敵よ。みんな打算的じゃないのがいい。続いての場面、日向の速攻にヤックンが反応します。この驚いてる日向から察するに、取られると思ってなかったんでしょうね。普通なら決まるボールも拾ってしまうのがこの男なんですよ。そして続いて34巻猫魔高校表紙でございます。おめでとうございます。やっぱヤックンかっこいいわ。リベロのユニフォーム、お顔もかっこいいと可愛いが共存してる奇跡。この扉絵もめっちゃ好きなんですよ僕。ミステバの決戦を描いてるんですけど、ただただ相対してるだけじゃなくて、大地さんとクロウが握手しとるんですよ。もちろん試合の前の挨拶ってことは分かってるんですけど、それでも握手って行為に友情を感じますよね。ほんでヤックンはどこやろって探してみたら、もうイケメン外国人よ。
めちゃくちゃイケメンやん。今日は白いし、髪の毛、眉毛、目全部茶色やし。これ多分配給あんま知らん人に、なこっちがリエフでこっちがスコットって言ったらまかり通るど。続いてここ僕大好きなシーンなんですよね。朝日さんにボールが上がってスパイクを放つんですけど、クロウのブロックの後ろでヤックンが拾うんですね。このアイコンタクトバカかっこよくないですか。クロウは自分のブロックで朝日さんのコースを絞ってクロスに打たせたんですよ。そしてそれに応えてヤックンが上げたんですね。つまりあの時リエフと柴山がしたチームワークがハマる瞬間、これを3年生はごくごく当たり前にやってるんですよ。かも何がいいって、出会った時は喧嘩ばっかりしてて、3年生になってもしょうもないことで言い合ってふざけてた2人が、試合になったらこんなかっこいい顔してアイコンタクトだけで喋ってるんですよ。またそうやってギャップ見してくるやろ。そんなことばっかりするから猫マファンが増えるね。そしてこの後福永が得点を決めて、実況が先ほどのプレーを振り返ります。さすがヤックン、実況にも褒められてます。そしてクロウも先ほどのコースを絞ったプレーを褒められてます。やっぱり猫マはレベルが高いですね。全国大会の実況席で褒められるってめっちゃレベル高いですよね。さすがリエフにあんなことを言うだけの実力がありますね、この3年ズは。続いて山口のサーブです。紛れもなく山口とツッキーの名シーンですけど、実はここのシーンヤックンちょっと絡んでるんですね。この厄介な山口のジャンフロを知っているにもかかわらず、この男は恋としか考えてません。ほんまに思考回路のやすさんと一緒。結局これヤックンに行かないんですけど、もう一本山口がサーブを打った時に、猫間にもう一本はねえぞ、こう思ってるヤックンかっこいいですね。主語が俺にじゃなくて猫間になんがいいですね。みんな強いんですよ、猫間は。それを十分に分かってるんですよ、ディグモは。間違えた、ディグスコット森助。ただ残念ながらここはツッキーと山口の名シーンなんで決められてしまいます。ヤックンクロウに回し蹴りかまします。おめえのせいだぞ。すぐ回し蹴りするな、ヤックンは。続いてヤックン活躍シーンです。綺麗なパーンという効果音とともに、美しくボールをオーバーで捉えます。チーカーズ兄子と野安さんも猫間のチーカーズ兄に大興奮です。続いてリエフが交代で入るシーンです。いいとこ見せようとすんじゃねえぞ。これはリエフ痛いとこ疲れたなと思ったのに、なんか腹立つわ。同じことしてんのに全然違うな、野安さんとは。続いてのシーン、田中が打ちますが、はい、拾う。スエゼンレシーブと名付けられております。基本的にヤックンミスるシーンありません。全部拾ってるもん。続いて影山のネット越えるなら A パスいらねえっすよに対して、影山強えな。強者を見つけて喜んでおります。これもしかしてディグモじゃなくてプロ編星海ちゃうか。メイクしてないもんな。そして続いて影山の神トスからの朝日さんのスパイクもちゃんと反応するんですよ、ヤックンは。これタコをやったらここで終わってる可能性あるのに、恐ろしい守備力やな。絶対ネコマのメンバー全員ドラシエル使ってたやろ。俺もドラシエルやったから一緒やな。こちらおまけです。ネームの文字が汚すぎて誤植が生まれたというシーンです。くひどういう感情、急に弱そうに見えるこのヤックン。続いて世にも珍しい研磨の大移動です。それを見て動いたって思うヤックン、失礼てかみんなか。続いて朝日さんがフェイントをかますんですけど、もう実質岩ちゃんやん。この顔はストレスで真っ白になった岩ちゃん。また朝日さん打つん、ほんでまた君は取るん。めっちゃビリビリしてるやん。この重たい朝日さんの一撃をしっかりと受け止めるヤックン、かっこいいですね。頑張れって言いたくなる顔してるわ。この動画作ってて思いましたけど、やっぱりカラスノで一番火力のある朝日さんを止める相手はヤックンしかいないんでしょうね。朝日さんが打ったボールほぼヤックンが拾ってます。そうなるようにローテーション考えてるんでしょうね。ほらまたや、言うことなくなるからなんか別のことしよう。ハイタッチしてるわ。お前なんでハイタッチの時両手なの。エグザイルは先輩とハイタッチする時両手なんです。へー、お前エグザイルだったの。あ、いいツッコミですね。みんなが声にツッコミがちなところをあえてエグザイルに触れるっていうね、いい予想の裏切り方ですね。誰これ、ヤックン、やばい顔してるで。それコカイン入ってない？コカリスエット？そして来た、かっこいいシーン。はい、朝日さんのスパイク一回取ります。しかし野安さんがトスを上げてもう一回朝日さんが打つんですが、取るんですね。そしてこの取った後のこの表情ですよ。かっこいい、目足とみたいになってんで。これ言うたらスパイクっていう攻撃を受けたわけじゃないですか、ヤックンは。まるで思いっきり殴られた後に無言で睨むみたいな怖さがあるんですよね。俺には聞かへんぞっていう目をしてます。やっぱり野安さんの時といい、スーパープレイの後に喋らない時ほどかっこいいわ。そして続いてヤックンが高速で近づいてきます。ここで朝日さんがアウトするんですね。これを見て僕とさんが、気をつけろヤクモリスケ、やつはボールに触らずしてスパイカーを殺す男なのだって言うんですね。かっこいいキャッチコピーやな。ここで見ていたツトムが守備の完成形を理解します。
要は守備の完成形は攻撃を全部拾うことではなくて、相手の守備を意識しすぎてミスする、自滅するのが守備の完成形だって言ってるんですね。続いてここです。朝日さんがスパイクを打つんですけど、それを玉彦がレシーブします。その後にヤックンが、朝日くんのスパイク痛えだろう、よく取ったよく取った、すぐ褒めてくれるやん。なんなんこの先輩、自分の方が何回も痛い思いしてるし何回も取ってるのに、なんてできた先輩な。続いてクルオに丸め込まれて、しっかり筋トレしだしたリエフに乗っかるヤックン、かわいい。体格差めちゃくちゃあるから腰に座るなんて余裕なんやろな。続いてご褒美タイムのシーンです。猫間の誰よりも笑ってます。ほんでジャンプの時も一番エビ反りなってるやん、かわいい。よく見たら剣馬避けてるやん、何してんの。もうクロートできる最後の機会を、また威張ってるわ。続いてここのヤックンもかっこいい描写ですね。そして見てください、この背中。そして互いにナイスレシーブを見せます、両校リベロ、かっこええ。しかもこの時のサブタイトルご存知ですか？ガーディアンズですよ。解明しようかな、アットガーディアンズに。続いて日向がドンジャンプからスパイクを放つんですが、もう事前に打ち合わせしてたんじゃないかってくらい綺麗にヤックンが上げます。そしてこれはヤックンがブロックに指示をして、日向の抜け道をあえて作って、その先で待ち受けてたってことがわかるんですね。なんてかっこいい表情な。でも内心は、あんなに綺麗に抜けてくんのかよ。っていう風に日向を褒めてます。そりゃ興奮しますよ、野安さんも。絶対帰ったら真似してるやん。そしてヤックンのプレイに触発された野安さんも見せます。後衛スパイカーの邪魔にならない位置へ素早く移動したんですね。これもしっかりヤックンは見ているんです。そして野安さんの効果音がのやになり、ヤックンがあの時思い出します。あれからずっと、お前は怖えな、言う。未だにヤックンの中で野安さんは脅威であり続けてたんですね。続いてこちらも名シーンですね。リエフとクローのチームワークがハマる瞬間です。これを見たヤックンまたいい笑顔してるんですよ。こんな仁王立ち似合う人おる？そして野安さんが透き通る世界に入って、足レシーブを見せた時には、誰よりも感動してます、ヤックン。そんな眉毛してたって、ガムシロのオルトコつけてる。続いてクロートの交代シーン。あれ、そんな髪型やったっけ、君もそんな髪型やったっけ、分け目逆ちゃう。このシーンもいいんですよ。頑張ってディグモがディグるんですけど、やばい、日向が叩くって思ったところでリエフがブロックに入るんですよ。ヤックンとしてはずっと守ってた後輩に初めて守られたんですよ。そのプレイを見てやるじゃねえかって顔で笑うヤックンがいいのよ。はい、そして猫魔戦終わります。あ、珍しくヤックン疲れてるね。最後の名シーン、ケンマのこの言葉にもめっちゃ驚いてます、ヤックン。まだガムシロのやつついてんで。クローのリアクションに爆笑する3年、いいですね。完全にスコットやん、この顔。そして試合後のカラスノとの交流です。あ、いいコマ、オカンベイブレード。こっちの師弟関係の握手もいいな。お互いに尊敬してる関係ってこんなにも美しいんですね。見てください、このヤックン。自分の引退試合でこんなに笑顔で泣いてる後輩慰めるんですよ。これを見てる人の中で何人がこれできます？そして最後、猫又監督が、具体的な反省はこの後するとして、ナイスゲーム、ありがとう。もうこの言葉だけでヤックンは泣きそうになってます。もうありがとうございましたって言ってる時点でボロ泣きです。そしてヤックンが、終わりか、実感ねえなーって言ったのに対して、カイ君が、終わりだけど、この3年間がクロート役と一緒でよかった。唐突な告白。ほら、もう急に言うからヤックンが木下になったやん。ヤックンめっちゃ怒ってめっちゃ泣いてます。あ、やっぱり浮いてるみたいやなと思ったよ。もう鼻を噛んでる姿さえ可愛い。そしてこの最後のおまけね、めちゃくちゃいいやん、猫間3年ズ。なんか3年ズといえば青葉城西かカラスノってイメージやったけど、猫間の3年の関係性もめちゃくちゃいいですわ。はい、続いてこちら、ボクトさんが試合終わった後です。猫間メンバーと抱擁とグータッチをします。やっぱここ仲いいですね。同じ高校くらいの仲やん。そしてここからだいぶ飛びます。はい、プロ編初登場のヤックン、こちらです。あ、来てやったぞ。かっこいい、ヤクモリスケ26歳、かっこいい。やっぱ外国人の方はサングラス似合うな。この黒いシャツ使っておしゃれなんすごいわ。もうあれつこた成人式イキリヤンキーなるんやから、漏れなく。髪型もよりワイルドになりましたね。リエフのモデル姿を見て爆笑しております。そしてヤックン、なんと日本代表選出されております。スコットしとんな。一応原作最後に映るヤックンはこちらです。下なめずりディグスコットモリスケです。そしてこの後、配給点数クロニクルに掲載されている祭り再びにヤックンが登場します。ヤックンはチーム B です。もう顔面が一番かっこよくない？ジャニーズの顔面してない？影山は前髪失敗しただけやから。まさかの初登場これっていう。いや、このスーツ着てくるんかっこええわ。常にかっこよくあろうとしてる姿が美しい。ヨッフェの体半分しかないけど、百座ほんま覚えとけよ。そして試合開始ですの時のヤックン、ユニフォームかっこいいっていうか体格良くなったな。そしてヤックン、今のところ最後の登場シーンはこちらです。ボクトのここにいる全員強いが普通だぜという言葉に対して、ああ、強いの状態化だなっていう言葉を添えてくれたのが最後のセリフです。
このヤックンの言葉のおかげで、北斗さんの普通って言葉の意味が強いの状態化である、常に強いというのが当たり前っていうことが分かったんで、ほんまにスッキリしました。ありがとうヤックン。そしてこの V リーグコラボイベントの時のヤックン可愛い。さすが筋肉界に入ってるだけはあるね。猫はそんな負荷にはならんやろ。こっちはデフォルメ化されたやつなんですけど、こちらが通常時のヤックン。白アルビノ、いくらなんでも白すぎひん。身も心もロシア人になったん。ということでディグスコット盛り付けはロシア人になりました。以上で動画終わりたいと思います。はい、どうもガジマルです。今回は新シリーズ九郎鉄郎の魅力について語っていきたいと思います。研磨と同じかそれ以上の対策になると思いますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。それではまずプロフィールから見ていきたいと思います。お名前九郎鉄郎。鉄郎の意味は強くかつ朗らかな人になるようにという意味が込められております。猫間高校3年5組バレーボール部主将、ポジションミドルブロッカー。身長 187.7cm、 高っ。リョウ君よりでかいやん。濱家と一緒やん。あんなでかくてイケメンなん。新種の暴力やん。体重 75.3kg。 誕生日11月17日。同じ誕生日の芸能人は沖あゆさん、白夜の声の人です。あとリーダー、好物サンマの塩焼き。最近の悩み、寝癖が取れない。そしてその寝癖についての3コマ漫画が掲載されてます。なあなあ、そっちの首相の髪ってどうなってんの。ああ、あれは寝癖。寝癖、どんな寝癖だよ。いや、こうって言われても。なんで両端から圧縮してんの。ちなみにいろんな意見があるんですけど、うつ伏せで寝る人は寝床を占領するという意味があり、支配欲や征服欲の心理が強い傾向があるそうです。うん、 S っぽいもんな。パラメータだけ見たらそんなに高くはないですよね。それでもね、全国大会に出場する高校のキャプテンですから。そんな九郎の初登場シーンがこちらです。かっこいい背中。でっか、濱家が頭から離れへん。これからテレビで濱家を見るたびに九郎を思い出してください。そしてがっつり顔が映るのはこちらです。研磨って言って研磨を呼びかけて振り返った時に映ります。まんま猫マネコのクロウやん。耳エルフくらい長いな。続いて他校との練習試合のシーンです。研磨が他校の生徒にヒョロヒョロしてるって言われてる時に、後ろから出てくるわけですね、濱家が。君らの言うヒョロヒョロのチビとは、俺たち猫マの背骨で脳で心臓です。今見たら何言ってるか分かりますけど、前知識なしで見たら怖いよ。後ろから187だけで怖いね。そして猫間高校4巻表紙でございます。あら、みんな猫ポーズして可愛いね。僕はこの初期デザインのクロウも好きです。出たかの有名な上品な絵画に秘めるエロスを感じるよ。なんなんその手、陰の途中。ほんまに文字通りしなやか。しなやかのゴンゲ濱家。そして練習試合も勝利を収め、敵チームに攻撃も守備も天才みたいなやつがいるわけじゃないのになんて強いんだって言われるんですね。ここの猫間の表現好きですわ。圧倒的に強い手札がないにもかかわらず強い。待って、でもヤックンおるわ。ヤックンは天才やろ。はい、そしてカラスノとの練習試合が始まります。まあヤックンよりはわかる。多分髪型で判断してるわ。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そしてここで両者悟るんですね。あ、こいつ食えないタイプのやつだ。二人とも勘が鋭い。でもこっからね、最終的に仲良くなるのがいいんですよ。はい、そして猫マコール入ります。俺たちは血液だ。滞りなく流れろ。酸素を回せ。脳が正常に働くために。なんでゆういちさんは低い声も高い声も出んねん。出えへんわ。ここで研磨がコールに対して異議を唱えます。しかし拒否。やっぱ支配欲出てんな。はい、そして練習試合始まります。久しぶりマロモンジャラ。そして続いて研磨の回想シーンに入ります。お前は鋭い観察眼を持ってるし、指示だって的確だ。ここで初めて僕は、あ、クロウって結構ストレートに褒めてくれる人なんやなって思いましたね。そしてきっと研磨が辞めたがってることも察してたんじゃないかなと思います。これができるから研磨の相棒であり猫間のおとんなんですよ彼は。そしてここでまたこのコンビが点を取るんですよ。目つきかっこいいよクロウ。次、あ、いい扉絵ですね。優しい顔。バファリンの擬人か。ちょっと待って、奥の人誰。絶対ラスボスやで、あの坊主。山口ビビり倒してるで。そしてここで日向とマッチアップするんですね。クロウが20センチ以上の身長差で犬岡と互角以上に戦うなんてすげえな、チビちゃん。煽るね君は本当に。さすがは特急アオリスト。ただ影山は九郎の実力を見抜いてるんですね。だからあいつが前衛にいる間は不安のトスはダメだって言うんです。それを論理的にではなくて直感で感じれるのが素晴らしい。いい感してるね。前髪はベジータの生え際みたいだけど。で九郎が言ってました。そして変人コンビがギュンの方の速攻を決めます。これ決められてびっくりしてるんですけど、やっぱすげえな。人間離れってああいうやつらのこと言うんだろうな。それじゃ取り返すか。
かっこええ。文脈的にいけば相手人間離れしてるんですから勝てるわけないじゃないですか。それなのにあっさりじゃあ取り返すかって言うから、え、そんな実力を秘めてるのって、ここで苦労に対して怖さとかっこよさを覚えるんですよ、読者は。そしてこの後ネコマは前3人おとりでバックアタックをかまします。ただ日向が運よくそれを取るんですけど、次誰来るって身構える中速攻をかまします。ここの最初の3人前おとりのシーンはアニメで見た方が入り乱れてる感が分かりやすいですね。そしてまたエイクイックかと思いきや少年時代の回想シーンに入ります。久しぶり、サイコ姉さん。ここは一人時間さやろうぜって研磨に提案してるシーンです。クローの考えとしては、今使えない攻撃技だって今からたくさん練習してれば高校生くらいにはきっと俺たちの立派な必殺技の一つになってるぜって言ってたんですね、幼少期から。この言葉の尊さは、こんなに幼い時から少なくともクローの中では高校生まで研磨と一緒にバレーをするっていうのが決まってたってことが判明したことが尊い。小学生の時から高校生までずっとこいつと一緒やなんて思えませんからね、なかなか。めちゃくちゃ幼い時から研磨のことを相棒と思っていたことがわかるシーンです。そして見事に必殺技にちゃんとなってるんですよ。ここでもクローだけ笑ってるんがいい。そして練習試合はネコマ高校が勝利を収めます。ここの体育館ってドッグランがあるんですけど、こんなとこにドッグランあるんやって月島が見てるところに、高校生の会話じゃねえな。あ、でも君はもう少し高校生らしくはしゃいでもいいんじゃないの？そう言って月島に絡むんですけど、そう簡単には心を開きません、トムラは。そんなトムラを見たホークスの感想。若者だね。君17か18やろ。もう20代は中年？そして最後の別れ際です。次は負けません。次も負けません。嫌やわこんなこと言うてくるやつ。でもこの時と比べたら相手を煽ったりできるだけの仲になったってことですよね。ヤンキーの涙に驚いております。そしてこちらおまけです。ヤンキーが部室に向かってるんですけど、入った瞬間貞子とエンカウントするんですね。それをヤンキーが貞子みたいで怖いし目立つぞって言っちゃったんですね。目立つって単語が研磨にとっては相当ショックだったんでしょうね。まあ単発にでもしてくるんかなと思いきや、目立つって言葉の意味知らなかったんでしょうね。もしくは目立つ仕組みを知らない。じゃないと人はこんな選択をしない。なぜこのおまけに触れたかというと、ここの苦労の表情がいい。きっかけは少し変わってるけど、みんなにいじられてちょっとずつ馴染んでる、そんな相棒を見てニヤニヤしてる苦労がいい。はい、かっこいい。なんでこんなにかっこいいんやろっていろいろ考えたんですけど、まず配置、もともとでかいのにヤックンと研磨が挟むからもっとでかく見える。あとおそらくヤックンと会話中でちょっと笑ってるのがいい。あとはネクタイの緩め方と腕まくりやな。ほんでしっかりベスト着てるんですよ。服装で出せる魅力全部やってんねん。ファッション界の野蛇。そしてここで研磨が噂をされてくしゃみをした時も、見てください、ちゃんと拾ってる。猫間のおとんはスマホ拾って、おっかんはティッシュ配ってます。はい、もう早速合宿編です。田舎者をバカにして腹を抱えて笑っております。さすが人が足らないことにもすぐ気づく。足長、これやっちゃんがすれ違ったら足しか見えへんのじゃん。そして見てください、この苦労。もう他の連中も集まってきてる。なんなんその顔、いちいちイケメンやな。そして次扉絵なんですけど、僕下手したら苦労の中で一番この絵が好きかもしれないです。この扉絵なんですけどね、知ってました？この苦労顔おもろ、わざわざ生魚加えてるやん。目つき悪、187センチが何をしてんねん。めっちゃ可愛いなこの苦労、大好きやわ。はい、そして日向合流します。はい、そして来ました第三体育館組でございます。ここに群がってるのはオタクじゃありませんよ。もう初期デザインからだいぶ変わってきましたね、苦労も。で一回は月島に逃げられそうになるんですけど、それに君ミドルブロッカーならもう少しブロック練習した方がいいんじゃない？これに月島はムカチンです。悪い顔しとんな。もう詐欺師はこの時から始まってるよ。ここでツッキーが僕とさんに一回負けるんですけど、じゃあ2枚でどうだ？そう言ってクローが入ってくれます。これが師弟関係の始まりです。メガネ君はストレートをきっちり締めとけよ。そしてこの悪い顔しながらクローは止めるんですよ、僕とさんを。ウェーイ、可愛いですねこのクロー。大男が楽しそうに人を煽ってます。ここまでは順調だったんですけどね。クローが地雷とは思わなかったところが月島にとっては地雷だったんですね。月島の返答に対してクローは違和感を覚えてます。でもこれはクローの意見の方が僕は分かりますね。普通これだけ頭脳と体格差があったら思いませんよ。ただクローが偉いのはね、ちゃんとほうれん草するんですよ大地さんに。昨日オタクのメガネ君の機嫌損ねちゃったかもしんない。別に報告必須案件でもないのに偉いね、見習うわ。でもこの辺の報告があるからより大地さんと仲良くなるんでしょうね。はい、次、あ、この右に映ってるのは僕です。ここアニメめっちゃ好きなんですよ、僕何回も見てまう。おやおや、
おやおやおや、聞きたいことがあるんですが、いいですか？いいよ。めっちゃ二人とも可愛くないですか？ここまずツッキーが来た時点でおやおやっていじるんが可愛いし、めちゃめちゃ元気にいいよって返事する僕とも可愛い。少しふざけた感じで、でもこの俺に何でも聞くがいいっていうニュアンスでいいよって伸ばす黒も可愛い。ここは僕も大好きなシーンでめちゃくちゃ触れたいんですけど、主にツッキーと僕とさんが話す回なんで、僕とさんのリメイクかツッキーの回で触れます。そして皆さんご存知の通り、ここからツッキーは覚醒するんですよね。止めなくてもいいんですかって言ってね。ここはカラスノとフクロウダニが練習試合をしてるんですけど、ブロックをするときに師匠のセリフを思い出すわけですよ。そしてこのクロウの助言のおかげで、ボクトさんがブロックにビビっちゃうんですね。それを見たこのクロウの顔がいいんよ。自分のマナ弟子の活躍と必死に言い訳をするボクトを見てのこの笑顔。ゲトウと一緒でいい性格してます彼は。はい、続いてここのメンバーにヒナタが合流します。あ、リエフも追加ね。リエフ、お前役のとこでレシーブやってたんじゃないの？これに堂々とリエフは嘘をつきます。本当か？脱走してきたんじゃねえだろうな。もうよく見透かしてるし、よくわかってるよリエフのこと。そしてここからクロウの提案で3対3が始まるんですね。俺が見てももうバランスが悪い。こんなチームバランスでやってたら小学生やったら大喧嘩なんで。そして試合始まるんですけどね、ちゃんと教えてくれるんですよこの人、意地悪いけど。そしてね、ここのセリフですよ。俺を初めて呼んだ時って、あ、なるほどなと。横っ飛びするとジャンプが横に流れるから、止まれる時はちゃんと止まってジャンプの推進力を上に向けろと、ごく真っ当なアドバイスをしてるなだけなんですよ思うことは。前巻呼んだ後にここ見たらこれだけでうるっとくる。そして次のシーン、違う場面でもクロウはツッキーに対してアドバイスを提供してくれます。それを見たツッキーは疑問に思うわけですね。なぜ敵同士やのにそこまでアドバイスをくれるんですかと。僕もツッキーの立場やったら同じこと思いますね。僕が親切なのはいつものことです。もう自分で自分のこと親切言うやつは高確率で親切じゃない。ただの親切に思われたい人なんよ。何もそんな目で見なくても。ここで少しクロウが考えた後、なんでアドバイスをしてくれるかを教えてくれます。クロウはゴミ捨て場の結成をなんとか実現したかったんですね。この時点ではわからないですけど、全巻通して読むと、あ、クロウは自分にバレーボールへの扉を開けてくれた、自分にとってのバレーボールのネットを下げてくれた恩人になんとか報いたい、その一心でアドバイスしてるんやって思ったら泣けてきますよね。それでね、ちょっと恥ずかしそうに言うんですよ。俺の練習でもあるわけだしとか言ってね、もう恥ずかしがんなってええやつやなって言いたくなる。そしてまた3対3やってます。すげえ圧。190×3? また悪い顔して、何回悪い顔したら気が済むね。ヴィランより悪い顔率高いで。そして日向が狙ってブロックアウトをした時に、ちゃんとクロウは褒めてくれるんですよ。見事なブロックアウトじゃねえかって言ってね。これも好感が持てるっていうか、ずるい。あんなにいけずしたりいじったりはするのに、人のことはちゃんと褒めるんですよこの人。そうやって何にもオタコ沼に突き落としてきたんやろ。もう実質ヴィランやな。そして見てください、この扉絵めっちゃいいわ。まずこの二人が並んでる時点で満点なんですけど、背景のフクロウと猫が描かれていて、さらにフクロウダニと猫間のカラーも交錯してるんがええんよ。でもどうしたん、そんな肩にかけて五感でも奪うつもり。はい、続いてまた扉絵です。この絵も好きなんですよ。珍しい中国風なんですけど、黒猫に研磨と一緒に黒がまたがっとるんすよね。それでも一番この扉絵で輝いてるのは田中。そして次のシーン、研磨が日向の新しい速攻を見てワクワクしてるシーンですね。珍しくワクワクしてる研磨を見てびっくりしてるんですね黒は。もしチビちゃんがうちにいたら、お前ももう少しやる気出すのかねって黒は言うんですけど、翔陽と一緒のチームは無理って言われます。ここでなぜ研磨が無理かっていう言い分をちゃんと聞いた上で、でも味方じゃなくて敵としていたら研磨のやる気も出るのになって言って、だってお前チビちゃんの試合見てるとき、買ってきた新しいゲーム始めるときみたいな顔してるよって言って研磨をいじるんですね。別にしてないし、っていうかそれどんな顔？ワクワク顔。これ研磨の立場になったら恥ずかしゅうてたまらんな。これアニメやったらね、ここからさらに掛け合いやってくれるんですよ。してる、してないって言ってね。もう初めて3年くらいになるかな。もうそのシーンだけでご飯食べてます。はい、そして夏合宿の終わりといえばバーベキューですね。もう髪の毛しか見えない。この僕とのかっさらい大好きなんですよね。その強欲さよりテクニックに目が行くんよ。そして僕の大好きなシーン、全国三本指の説明をして、じゃあそれを倒せば日本一ですかって言われて、言うね、下手くそトップ2、意地悪を。これはゆういちさんの読み方がいい。そしてここでもツッキーに絡んでるんですよこの二人は。それを武田先生が気づいてるも嬉しい。そして最後に、またな。おう、また。
といって全国大会での再会を誓って終わります。まずこの辺からツッキーの態度が変わり始めるんですけど、ついに鵜飼コーチにまで話を聞きに行くんですね。この時のブロックのお手本として出てきたのがクロウなんですよね。そしてその指導の後、ツッキーがクロウを観察しております。自分より背の高いリエーフの打ち下ろしを完全に止めます。ウェーイ、あかん、小島一生みたいになる。ここのリエーフ指導してる時のクロウかわいい。万歳ブロックすんなって言ってる時の効果音万歳。基本切れてる時の表情かわいいな、クロウ。ゴミ捨て場の決戦、俺たちにはラストチャンスだ。東京体育館で会うぞ。おう、ここの3年キャプテン同士の意気込みかっこいいですね。キャプテンでありオトンですからね、2人とも。オトンとしての覚悟が垣間見えるからかっこいいんよ。はい、そして袋谷戦が始まろうとしております。この絵を見て歌作ったんで、詳しくはヤックの動画見てください。集中してるクロウ、もはや殺気を感じます。そして試合前のキャプテンの一言です。ここ漫画とアニメでちょっとセリフ違うんですよね。文字通り全国まであと一歩だ。いつも通り行こうや。このクロウすごい好きです、僕。このセリフがいかにクロウがメンバーへ全幅の信頼を寄せてるかがわかるんですよ。全国へ行けるかどうかがかかってる試合で、いつも通り行こうやって声をかけるってことは、いつも以上の力を出さなくても、俺たちが普段通りの力を発揮できれば全国に行けるよって意味じゃないですか。僕がメンバーでこんな声キャプテンにかけてもらったら嬉しいし安心しますね。あ、いつも通りでいいんやと肩の力が抜けます。そして猫をかぶったヘビに遭遇します。ここのね、身長いじられてキレる感じと、お前こそミカちゃんに振られた傷は癒えたの？試合大丈夫なの？あまりにも男子高校生。安心するわ。普段が大人すぎてほんまに高校生なんかなって思うから。そして、決勝で会おうぜって言って、範囲決定戦で会います。試合前にケンマに黒緊張してんのって聞かれて、当然だろ。相手が相手だぞ。え、そんな強敵なん誰って思ったら、フクロウ。あ、フクロウダニのおかん。ここの睨み合いいいっすよね。木村良平 VS 中村雄一。さあ、どっちのイケボが勝つんでしょうね。ここで士気を高めるときに、カラスノがあの牛若ぶっ倒して全国行くっていうんだ、負けてらんねえぞっていうんですね。カラスノの存在自体がネコマのモチベーションアップになるこの関係性。到底。そして僕とさんを見るこの流し目は犯罪。そしていつも通りの猫マコールをします。猫とは思えんくらい狩人の目をしておる。もうでかすぎて枠から飛び出してるやん。はい、試合開始です。1本目役がレシーブをして、天馬と黒の速攻で1点を取ります。おいやんいやん、猫マの流れやと思いきや、この男がそれを阻むんですね。観客席までブロックアウトのボールを吹っ飛ばします。これを見てクロウが、相変わらず会場を引き込むねって言うんですけど、この相変わらずってフレーズがいいですよね。この単語を使うだけで、そうか、クロウって公式試合でも僕との姿を何回も見てるんだなって分かりますから。はい、尊い。ここ何にも言葉を発してないんですけど、ここでもブロックをしながらカイ君に対してアイコンタクトを取ってます。ちょっとここは木村良平が優勢なんですね。ここで僕とさんに煽られるんですけど、目立てばいいってもんじゃねえの。今にしょぼくれさせてやるから待っとけ。かっこいい返しするんですけど、本当に有言実行でしょぼくれさせます。このシーンもついつい僕とさんに目が行きがちなんですけど、よーく見たら後ろ見とる、怖っ。はい、そして猫間高校1回目のタイムアウトです。ここで研磨が探りを入れます。そしてそのままタイムアウトでみんなと話し合いをして、研磨が怖いこと言いよるんですね。美味しく使ってからにしようって言い方が怖い。相手の今一番の武器を利用してからにしようって、相手からしたら一番嫌ですよね。出た、クロウ鉄郎のヴィラン笑い、ほぼダビ。ここでもキャプテン自ら動き回ってワンチを取りまくります。そしてここで僕とさんには得意のストレートが光って見えてます。その時にこの男が動きます。僕とさん絶好調のストレートを完璧にドシャッと決めます。この頭に当たるん不憫やけど可愛い。そしてさっきの僕とさんの煽りに対して返すように、たまには目立たせていただきますって返すんですね。いいですね、この二人の煽り合い、いつまでも見てられるわ。はい、別アングルです。いい笑顔です、二人とも。バレーというスポーツを全力で楽しんでる者の笑顔。そしてここで参謀から指示が出ます。こっから僕とさんのストレートを意識的に締めよう。よし、来た。この表情いいですね。ド S で検索したらウィキペディアこの画像出てきますからね。大丈夫、クロウ、強風に煽られてる？ブロックを飛ぶ前の気張る瞬間に手をうってさせてる顔リアル。そしてこの辺からネコマの守備が完成され始めて、北斗さんがミスるようになるんですね。次の場面、叩けリエーフって言われるんですけど、リエーフが間違えてうなれ空を切るかまいたちを発動します。ここで笑うでもなく真顔なんがいいですね。人間そんなすぐ反応できませんからね。目の前で何が起こったか分かってない。
続いてコノハ君がリバウンドをかまします。クロウみたいな煽りをクロウがされます。ここの顔面偏差値高いよ。実写版キングダム、ここの打っても打っても拾われる、そしてフロアディフェンスを意識しすぎればブロックに捕まるっていう重要なシーンで止めてるのはクロウなんですね。さすがオトンキャプテンです。次今同点なんですけど、怖いんよ顔が。表情だけ見たらストーカーの必要さを感じるんよな。また後ろに指令を送ってます。稲荷崎戦のツッキーみたいですね。これが砂のターン打ちですよって伝えてる時の。この猫間とフクロウ谷のコンセプトの戦いも熱い。この猫間の先頭に立ってるクロウの背中がかっこいいんよ。しかしここから僕とさんのギアがさらに上がります。あのクロウがブロックに飛んでるのでポジションが甘いとかじゃないと思うんですよ。僕とさんがすごすぎる。強インナーを連発します。そして最後に出た本家本元、かっこよしおかよクソが。これがクロウの自制の句でございます。試合終わった後、僕とさんはいつも通り握手して肩を叩いております。でもきっとこれめっちゃ力入れとんやろなクロウ。でも裏表なくいつも通りしてる僕とさんはやっぱ素晴らしいな。そして試合後に研磨に、ねえあれなんとかしてって言われて何のことかと振り返ったら、何その振り返り方。リエフがさっきの試合いいとこなくて落ち込んでるんですね。そしてそんなリエフと会話をする中でクロウがこう言うんです。なんつーのかなー、チームワークがハマる瞬間ってのは多分お前が思ってるよりずっと気持ちいいぞ。この時はね、リエフはまたしっくりきてないんですけど、まあ今にわかるわみたいな顔してるんすよこのクロウは。ちゃんと次の試合でそれも実感するんよリエフは。そして次の試合、あこれはクロニクルに載ってたところや。古舘先生の好きな試合に負けたチームと、よっしゃこれから試合ややったるでっていう熱量の高いチーム、これらが入り乱れる得意な空間が好きらしいです。まさにそれを描いてますよねここで。そしてクロウがこの3年間に思いを馳せます。その思い出には猫マ3年ズ、ボクトさん、そしてカラスノが出てくる。これだけでも十分いいんですけど、最後に猫又監督の背中が映るんはずるいな。ちょっとやりすぎたな逮捕や。でもここで監督を思い浮かべる人だから将来ああいう仕事をするんでしょうけどね。ヘビ戦開始です。初っ端大将くんに、まあ3位決定戦は俺らになるよねって言われて、ちゃんとふざけた感じでクロを返してたのに急につって、実際負けてるんで黙りますね。この落差ですよ。ちゃんとね書かなあかんと思う表紙とかに。ギャップで死ぬ恐れがあると。このクロウがいいのは、絶対に負けてショックだったのにしっかりと切り替えてふざけられる余裕があることと、でも負けたことの悔しさ深く胸に刻んでいる。たった2個までクロウの精神面が非常に大人であることがわかるシーンです。続いてクロウが大将くんには気をつけろと言っています。それが試合中にするポーズか、大ギャルやん。はい、そしてギャルとの試合が始まります。このクロウかっこいい。作画担当か、ここ試合前ですが、ヤック君の一番の見せ場が来ます。あんなに最初仲悪かったのに、今やもうこんな感情を抱くほどの仲ですよ。男同士でかっけーって思って結構尊敬してますよ。宮城の方ではカラスの3年ズが心配しております。本当に何とも言えん顔してますよね。勝つと信じてるわけでも負けると思ってる顔でもない。頑張れよクロー。試合が始まってクローが思ったことは、普通に守備上手くてムカつくわ。これなんですよ。ちゃんとね、地上を挟むことなく、たとえ敵であろうがいいところはいいとちゃんと認められるのは大人ですよ。大将くんの媚びにびっくりしてます。顔から全力で、お前そんなこと言うキャラちゃうやんって感じがにじみ出てる。ここのセリフほんまそれって感じですよね。名前だけで言うたら一番猫かぶらなあかんねんで君たちは。でも君たちのプレイスタイルが野蛇じゃなくてよかったと思うよ心底。このあたりがリエフが荒れ始めるんですね。命の母ホワイト飲む。この場面でもちゃんとクロウは、落ち着けやリエフ。しっかりとヤックンと同じで声かけしてるんですよ。やはり猫間3年ず頼りになりますね。これぞ上級生のあるべき姿よ。続きまして198話、理不尽の扉絵です。いい顔してるね。本人の供述によると、この腹チラはわざとです。続いてここのヤックンブチギレからの、後輩からの超逆ギレデレに、なんだよって言った後に、まんざらでもない顔してんなよ鬼先輩。僕基本アニメ聞きながら真似してるんですけど、何回聞いてもここのゆういちさん鬼全敗って言ってる。あんこ挟まってるやろそのお菓子、知らんけど。続いて見てくださいこのクロウ、サービスエースを取っとるます。あざざます。サービスエースを決めてからのローテンションのウェイ、いいですね。ハイテンションも好きなんですけど、この方が喜びたいけど喜んでる場合じゃない。今俺は戦闘中で次の一手を考えなあかんねんと、この試合の緊張感とか現場の
逼迫具合が伝わってきます。ここでもくぐりのスパイクをちゃんと取ってます。続いてのシーン、ここでね、全力でのへびがのへびってきます。インのボールをアウトって主張し始めます。一応これ先進側はインにしてくれたんですけど、主審がアウトにしちゃったんですね。ちょっと体育館裏行こうか。もちろん第三体育館だ。こういう理不尽なことが起きたんですけど、あ、めっちゃキャプテンしてる。さっきのボールはインだったのではないかとキャプテンとして異議を唱えております。こういう行動を見るとやっぱクロってキャプテンなんだなって思いますよね、改めて。はい、続いて扉絵です。めちゃくちゃ可愛いバス停待ちね。この笑顔はあれかな、ヤックンが横取りするところを見て笑ってるんかな。いや、もしかしたらリーフのやつ食おうとしてる。クロもヤックンみたいに食らいついてるところ見たいな。続いて猫間一、悲しい事件が起きます。猫間の守護神ヤックンが怪我で離脱します。ヤックンにはいつも面倒をかけてるんで、たまにはベンチから猫間の勝利を見るのもいいんでないの。優しいよ。ここでね、いつもは言わんくせに、いつも面倒かけてごめんねと、ヤックンがいなくったって勝つよと、だからベンチで見てろと、できるだけヤックンが自分を責めないようなワードチョイスをしてるんですよ。ああ、優しい。そしてヤックンを見送った後のこの表情。ここで勝たないとヤックンと一緒に掲げた全国制覇が叶わない。加えてヤックンの気持ちを推し量ると、そりゃ真剣な顔になりますよね。そしてこの後、ヤックンを出しにチームメイトに葉っぱをかけます。後で役にしばかれたくなかったら勝つしかないよ。そして抜けたヤックンの代役が芝山に決まるんですね。ヤックンは芝山に関しては何ら心配してなかったんですけど、芝山本人はそうはいきません。なんせ守護神の代役ですからね。芝山は自分自身が試合の出番がないことに安堵していたと今気づいたんですね。ここにタイミングよくクロウが現れて、呼吸しろよ。なーに？何やその質問。あ、酸素？よろしい。こういうフランクな励まし方いいですね。正直代役になった事実は変わらないですし、気にすんなって言ったって気にしますからね。シンプルにリラックスさせるための言葉を選んだんでしょうね。お、続いておまけですね。次回東京予選決着23巻もよろしくお願いします。どんどん目つき悪なってない？そのうち荒北になってノイトラになるやん。はい、次過去編に入ります。最悪のヤックンとの初対面です。中学1年生の時にボコボコにされた話まだ覚えてんねや。ずーっと睨み合ってるやん。ここでね、親睦会も兼ねてなんか食おうぜって提案して、いいね、何食うって出たんが肉魚。ごめんなクロウ、高校生で魚は渋いて。もう食えるだけあらん限りの肉を食った方がいいよ。いつか焼肉食べ放題に行かんくなる日が来るから。魚っておっさんかよ。ヤックンオブラートって知ってるか？ボコサヘキサエンってよく出てきたな。出た名シーン。ヤクはショートカットが好きなのか？好き。クロウはロング。あ、ショートカットに親殺されたけ？なんでそんな顔すんねん。はい、一個ずつ見ていきます。わかる、甘くないと食えん。クロウ1票。夏は海やろ。夏にそんな格好したくない。クロウ2票。パフューム、これはノッチ。ヤックン1票。タオはショートカットも好きやからヤックン2票。バレーボール、ミカサ派。クロウ3票。犬猫は猫。これどっちが言ってんの？はい、クロウの勝ちです。そして毎年恒例1年の目標発表の時に全国制覇す。あんなに意見が真逆だった2人が、ネコマ高校のバレーボール部で目指したい場所だけが全く同じだったんですね。君たちにはトムとジェリーみたいな微笑ましさがあるよ。仲良く喧嘩してくれ。これには北さんの偽物もびっくりです。ただ食べ物とか女性の好み、そういう価値観は合わないですけど、同じバレーボール部の仲間としては最高ですよね。だからこいつらとならいいところに行けるかもしれない、全国制覇できるかもしれないなっていう、そういう期待が含まれた笑みなんじゃないかなと思います。さて、ここからがパイセンの意地ですよ。この過去編の1年生から戻って、この2人は立派な3年生なんですよ。そして現猫間高校のキャプテンとなったクロウがみんなにこう言います。いつもいいとこ役パイセンに持ってかれるんでね、たまには首相にもかっこいい仕事させてちょうだいよ。このセリフもいいんですけど、この笑い方がいいんですよね。かっこつけてるような笑い方じゃなくて、頼むよって感じのね、屈託のない笑顔がいいんですよ。この屈託のない笑顔に柴山と竹虎と海君は少し口元が緩むんですね。みんなの気持ちをリラックスさせるって意味では十分です。ここでキャプテンが、俺たちなら絶対勝てる、勝つぞ、これしか言わへんキャプテンやったら全国行けてない可能性ありますからね。やっぱりキャプテンは試合中も安定して結果を出さないといけないですけど、こういうメンタル面での精神的な支柱になることも大事ですよね。本当にクロはキャプテンに向いてますよね。それでは続きを早速やっていきましょう。タイムアウト終了して柴山を引っ込めます。そしてここでクロウがジャンフロで狙われるんですね。でもクロウは全
全く動じません。相手としてはサーブの手応えがあったのにもかかわらず、おの一言で取ります。こういうねさらっとしたプレーかっこいいですよね。必ずしも目立つわけじゃないんだぜ。無駄にね叫んだりしない方がかっこいいんよ。俺の話聞いてた？リエフランブリング歌ってんのか。このねサーブ打った相手に対してのいいサーブだね、本当にいい煽りだね。この顔も腹立つ。何より相手を褒める余裕があるんが腹立つ。あんなナイスサーブ打ったのに。でもね11番ザルみたいな直接的なお下品な煽りじゃないのがいい。むしろ褒めてますから。クローはお上品な煽りなんですよ。ここでねカイ君にもナイスレシーブって言われるんですけど、役ならいちいち体勢崩さず取るだろうけどなってさらっと役君のことを褒める。さらっと役君の名前を出して褒めるなよ。今クローが役君のことを肯定するたびに、あんなに仲悪かったのに今そんな熱い友情関係なんって考えてまうんよ。ガラスの三年図とはまた違う形の友情がネコマ三年図にはあります。続いてまたクローが見せてくれます。何もせずただネット前に立ってるだけなんですけど、敵プレイヤーになんだよこのプレッシャーと思われるほどの殺気を放ちます。このクローかっこいいですね。クロー界はマジでかっこいいしか言わへんな。この試合でなんとか勝利をつかむために、負けたら死んだるわくらいの気迫で挑むのもかっこいい。もう満点100点、言うことない。でも一つ付け加えるなら、この顔になってる理由の一つにあのヤックンの退場があるならば、泣くっていうか今うるめになってる。あんなちょけるやつが人のためにこんな表情をして戦ってる。こんな心優しくてかっこいいキャラだから私僕は押すんですと黒推しの方は言ってください。そして次の場面、大将くんがリエフが公園に回ったのを見て、11番ネット際では脅威でも後ろに下がれば素人同然と言ってリエフに向かってスパイクを打とうとするんですが、なんとクロご丁寧になぜあなたが今ブロックされるのかその理由を述べながらブロックします。紳士やな、エレガントよ。客席で見てたヘンダーソン先生も叫んでたよ。行くイーデン校、こんなんわざわざ教えんかったらもう1点くらい同じ手法で取れたかもしれへんのに。このドシャットの完成にヤックもびっくりした後にちょっとうるうるしてるんですね。自分が抜けた後も駒は奮闘してるんだと、それに気づいた嬉しさと感動がめちゃくちゃ表情に出てる。ということはそんな表情を描ける古舘先生が一番すごい。そしてドシャッと決められた大将くんに対して、あの下手くそを狙いたい気持ちは非常によくわかるけどね。やらしい顔。クローって登場するとき大体この顔ちゃう？使い回せるんちゃう？表情。このクローの後ろにいる下手くその顔が可愛いのよ。表情が間抜けすぎて可愛い。っていうか多分ちっちゃいから可愛い。リエフってちっちゃかったらもしかしてめっちゃ可愛い？こんなに煽られるもんやから大将くんもブチギレです。そしてねリエフがケイマさんの言う通りいけますねって調子乗ってたら、まだでしょ、クロにはもっと働いてもらわないと。うわーこれケンマの会社結構ブラックやな。これもう漆黒、怖いものなんて何もなさそうなクロがゾッとしてるもんな。言うこと聞いといた方がいい。いつ座標使ってくるかわからへん。いっパイクルから猫が。続いてのシーン、これ結構珍しいんですけど、クローってねあんまりミスするシーンないんですよ。野蛇との試合が拮抗状態であると、そう表現するための珍しいクローのミスシーン。続いて自らが下手くそと言ったリエフがまぐれドシャットを決めます。あ、不服ですか？やっぱリエフ後ろ見てないしチームワークハマってないし。そしてここでエレンの作戦通りバックアタックの速いやつが決まって第1セット終了です。続いて第2セット、このコンビでも合わないことあるんですね。ここでアカネちゃんにミドルブロッカー、ブロックでも攻撃でもとにかく動くポジションだから想像よりもしんどいと思うとフラグをぶっ刺されます。頑張れクロー、フラグ立ったぞ。牛若くらいフラグ追ってこう。この辺からリエフのスイッチが入り始めます。いい顔しとるな。クローは一番笑顔がかっこいいキャラかもしれへんな。ここでリエフの腕ぶん回しブロックでクローがミスっちゃうんですね。ここでクロー感情的にならずに、俺も練習なら文句つけるとこやけど中盤乗ってるリエフに水を差すべきじゃない気もすると、めちゃくちゃ理性的に考えてる。またそれもカイ君考えてるんですよ。3年大人すぎん？2人とも俺の上司になってくれ。続いての場面、背中しか映ってないんですけど大将君にプレッシャーを与えます。そのプレッシャーを放った直後に1人時間差決めるんですね。ここのナレーションガジュマルすぎん？この冷静さと安定感よ。ほらもうしっくりくる。どっかで言った気さえする。え、古舘先生と一緒に作ったここ。そしてねここでクローが怪我しちゃうんですね。血を止めるため
ために柴山と交代します。はい、次第205話ボールの道の扉絵です。気にかけてるクロウと大地さんです。クロウの背中でかくてかっこいいな。クロウが一番でかく映ってんのに全部ここに持ってかれるんが悔しい。腕の振りシンメトリーなんも腹立つ。はい、そして猫マッチポイントです。ここで猫マ一年図が覚醒します。猫マ一年図のチームワークがハマる瞬間です。指を痛めたクロウがその様子を見ています。犬岡刃物持ちながらよそ見すの危ない。リエフのブロックに敵スパイカーが導かれ、柴山が完璧なレシーブを見せます。そしてそれを研磨がつなぎ、竹虎が最後は決めてくれます。はい、そして猫マ高校全国大会進出決定でございます。ここで猫マ一年図がチームワークがハマる瞬間を共有し、また一つ後輩のレベルが上がったことに嬉しい反面ちょっと怖えなって思ってそうですね。そんな笑顔です。そして試合後リエフにクロウが、どうよ、止めるだけじゃなかったブロックは。このリエフの回答好きなんですよね。ネットを挟んで手を触れるわけでもなくスパイカーを操るの最高でした。この言葉はブロッカーの面白さを、ブロックを経験したことがない人にも面白さが伝わるような言い方なので、やったことがない僕にも響きました。だから好きです。このクロウの顔悪すぎて好き。表情もそうですけど、頭の重心の取り方が悪人、首の角度がお代官様って言ってる。そしてここでね、怪我したヤックンと抱き合うのもいい。勝利してこの笑顔が見れてほんまに良かったよ。ていうかちゃっかりフラグおったな。このあたりはヤックンの動画で触れたので飛ばします。この後のノヘビザマーだなって言った観客に対して、君たち予選でノヘビと当たったチーム？だったらなんだよ。奴らの武器は高い守備力とサーブのコントロール、それにブロックを利用する器用な攻撃でしょう。ブロックアウト狙いとかマジ腹立つよね。こんな風にノヘビをフォローするんですよ。遠心に見えないようにボールを隠したりとか、主審の印象がいいようにこびるところを触れるんじゃなくて、純粋に守備力も高いしサーブコントロールもいい、そして器用な攻撃ができると。腹立つこの顔。オウも腹立つ。そんなんじゃ次当たっても勝てないよ。これがかっこいい。ノヘビに勝てなかった奴らが、ノヘビの実力を正当に見抜けない奴らが、俺たちのライバルをバカにするなと、せこい技だけでここまでのし上がってきた奴らじゃないねんと、ノヘビが一番言いたいことを代わりに観客に言ってあげるんよ。敵にまで敬意を払いまくってる。この黒めちゃくちゃかっこいい。ページめくった瞬間かっこいい。これはずるいですね。巨人のするデカジャージ半パンはね、スタイルの暴力。足長ーってなるだけ。珍しく僕とさんも真顔でかっこいいよみんな。はい、続いては泣くなー。この猫間三年図めちゃくちゃ黒笑顔なんがいい。これヤックンの表情見たいわ。とんでもないハイクオリティな変顔してる可能性も素敵で。はい、ちょっと時間飛びます。全日本バレーボール高等学校選手権大会、通称春の高校バレー開催です。東京体育館にカラスの到着するんですけど、本物のスカイツリーは見れたのかな。おのぼりカラス、ライバルらしい登場ですね。もしかしてずっと待ってた。けなげに控えめに手挙げてる剣も可愛い。このカラスのとネコマだけの関係性、これを守るためやったらトスよ命。はい、開会式直前です。あらあら、まさか緊張してますの沢村さん。無駄口の多さこそ緊張の証じゃないかね、クロウさん。二人とも落ち着いて。つーかオタクの10番。間違って迷い込んじゃった中学生みたいになってっけど、大丈夫なの？舐めるなよ、ひなたは後の日本代表やぞ。あ、もう一人来た。こんなんもう太陽と太陽の衝突やん。上がるよ、気温。5度上がる。その温度上昇を見た苦労。ミミズク野郎はひどいって。もう悪口やもん。ミミズクって響きが可愛くない？はい、そして始まりますよ。全国大会が。キャプテンで入場する苦労かっこいいよ。君たちの代でゴミ捨て場の決戦が見れて嬉しいよ。はい、だいぶ飛びます。おいおいおい、おのぼりカラスさんじゃねえの。よかったねー、はるばる来たのにすぐ帰ることになんなくて。そんなにはるばるじゃねえしって言ってる菅さん可愛い。ここでカラスの猫もが交流するわけですよ。そして最後に、じゃあ明日もせいぜい生き残ってね。そっちこそだろ。これはね、柴山くんがよう見とった。クロウさんも沢村さんも背を向けた瞬間から笑っていなくて、二日目を生き残る、それがどれだけ難しいことなのか改めて感じてしまった。これからポエミー柴山って呼ぼう。さあ、2日目前日です。クロウは何に思いを馳せてるんでしょうか。本当にこれでいいんだろうか。
髪型。これやな、間違いない。続いてこれ、鵜飼家でゴミ捨て場の決戦について話してるシーンです。鵜飼コーチがおじいちゃんに対して、ゴミ捨て場の決戦がジジイ高校のためだと思ってんのかよと、今一番ネコマの連中を倒したいと思ってんのはうちの野郎どもだぞ、負けまくってるからな。この時の苦労の顔が僕は大好きです。人ってこんな腹立つ顔できるんやって思いましたね。はい、そしてネコマグータンヌーボです。今回はヤックの動画で触れたところはあえて飛ばします。ここでね、苦労が、今年のインターハイってどこだっけ、遠くだったら応援行こうぜ。これに対してヤックンが、出る前提かよ。いや、後輩を信じてよ。この返しが素晴らしい。自分がインハイを理由に遠くに行きたいって理由もあるんやろうけど、それでも後輩はインハイに行くだろうと思ってるのがもう嬉しい。ネコマの何者でもないのに、クロウがそう思ってるだけで嬉しい。このシーン好きなんですよね。ネコマ小学校があのネズミ小学校に負けて、クロウが落ち込んだ雰囲気でジャンプ呼んでるところに、レベル上げやる？やる。そう言ってバレーボールの練習を始めるシーン、これ今と逆転してるんがすごい好きで、クロって背も高いことも相まって今だとお兄ちゃん感溢れてるのに、小学生の頃は逆に研磨が機嫌取りしてたんやっていうレアなシーンなんで、定期的にここは摂取してます。そして最後のトムジェリの喧嘩、ハルコ、あと4日間、俺が一番目立つ。はぁ、一番は俺です。女子アナにインタビューされる準備もできてます。うるせえアスタキサンチン、どこさヘキサエンさんだっつってんだろ。やめろ、難しい単語言うの、読み人殺しなんよ。はい、そしていよいよ猿川工業戦始まります。いやらしいフェイントをされた時のこの二人の顔いいですね。二人とも同じ顔してるよ。このあたりで猫又監督、クロウ大将くんが気づき始めます。猿川工業の目的がセッターを走らせることであることに。厄介やなこのチーム。ここで研磨の過去編に入ります。竹虎といがみ合ってます。もう擬音バキやん。クロウも引いてるよ。お前少しは協調する努力しなさいよ。向こうが先に仕掛けてきた。うん、売られた喧嘩買うスタイル好きだけども、愛想振り負けとは言わんけども、同級生なんて特にこれから長い付き合いなんだからさ。話の聞き方が上手ですよね。クロウは研磨の向こうが先に仕掛けてきたに対して、仕返ししたらあかんでじゃなくて、売られた喧嘩を買うスタイル好きやでって一回相手を肯定して、感情的にじゃなくて、相手同級生なんやからそのまま行ったらしんどいよ、そういうデメリットだけ分かりやすく伝える。研磨この時は返事してないんですけど、結果的にはちゃんと言うこと聞いてるんですよ、クロウの。続いて竹虎が初練習試合で一発でクロウを仕留めれなかったことを後悔してます。そんな竹虎に、まあ初試合だしあんなもんだ、優しい。このクロウっぽい言い方がいいんですよ。クロウが超爽やかな笑顔で、まあ初試合だしあんなもんだって言ってたら嘘っぽって思うじゃないですか。でもその代わり、今回みたいにちょっと小バカにした顔で笑いながら言ったら、ああこの人本心で言ってるなって思いません？この菅さんとはまた違うフランクな優しさがね、黒色なんですよね。そして続いてはドストエフスキーの変。この事件勃発直後の黒の動き、何の騒ぎだ、おとんやな。家庭気づいても同じセリフ言っとんやろな。続いてオーバーサボり研磨を見て、キャンマー、あ、キャンマーって言ってたんや。研磨のことよく見てるな黒は。そして過去編が終わって、タルカー工業が、潰せ潰せ、 A パスに甘やかされたセッターを潰せとみんなで意気込んでるんですが、その意図も全部分かった上でこの男は後悔します。時間をかけて研磨を潰すという策、でも俺たちはネコマなのでそれに慣れてみせるよ。出ました、バクイケクロウ様、面が良すぎる。絶対にガチャやったら SSR。 ここのクロウ大好きなんですよ。これはヤックンにも言えることなんですけど、ネコマのみんなは守護がネコマなのがいいのよ。でも俺はそれに慣れてみせるよじゃなくて、ネコマなのでなんです。みんなが強いと思ってるし分かってるんですよ。このチームの一体感がね、僕はネコマの魅力やと思います。クロウもヤックンも単体で実力があって強いのに、これだけネコマって言葉を使うので自分のチームを誇りに思ってるんやなってことも伝わりますよね。だからね、チームとしてネコマを応援したくなりますね。はい、続いて研磨転倒します。その転んだ研磨に対しての一言、一死の見た目はダセーもんだろ。あ、いい表情してるね。この言葉を言える人って必死になったことがある人だけやと思うんですよ。必死になってる自分の見た目を考えたことがある人だけやと思うんですよ。こんな風に笑って研磨をいじってますけど、この笑顔の裏に必死に練習をしてる苦労の顔が見えるんですよ。それを前面に出さない、ダサい姿をしながらも必死に練習する苦労哲郎含めて苦労はいい。続いてタイムアウトです。猿川工業の意図に気づいて、さあどうしようというところ。
慣れてみせますよ、レシーバーの皆さんが。めっちゃ腕でかいやん。キックバックヨネズ、あおかん、過保護やわ。この後研磨の作戦を聞いて、研磨のためにみんなが動くんですね。クロも不敵な笑みを浮かべております。タイムアウト終了後、壮絶な粘り合いが始まっております。そして研磨が錯乱しちゃうんですよ。研磨集中。集中力だけは並外れてる研磨の集中が切れてきた。そろそろ限界が近い。ここさすが苦労ですよね。自分だってブロッカーな上にキャプテンやから相当疲れてるのに、それでも研磨のことをよく見て集中力が切れたことを心配してるんですよ。ここでも竹虎のブロックフォローしとる。そして疲れてる時でもこのコンビは安定してます。ついに猫マッチポイントです。研磨が最後に根性を見せた極小のモーションからのセットアップ、この時思い浮かべていた猫マのメンバーの真ん中には苦労がいます。大黒柱が過ぎる。そして福永が決めて猫間高校が勝利します。フローがこんな疲れてるん扉へ以来ちゃう。必死な姿はダサくないよ、かっこいいよ。ナイスとサロンパスという福永を見て、ええな、俺もやろって思ってますね、あの顔は。そして試合後、父上と母上からご好評いただきます。研磨にしては今日は踏ん張ったな。まさか自分がもっと追い込まれる作戦出してくるとはな。いい評価ちゃうこれ。でも研磨は糖分が不足してるから切れ出すんですね。そこでちゃんと糖分が不足してるんだな、お優しい。ここの怒る研磨がなぜ可愛いかはね、怒りながらちゃんとバナナを食べてるんですよ。それがええんよ。ここでヤッくんが大げさやなって言ったに対して、いやいや、あの研磨が他人を仲間と呼ぶなんてすげえことだよ。このセリフがいい。このセリフはあの研磨を知ってる人にしか言えないセリフなんですよ。つまり苦労しか言えないセリフなのよ。さぞ感慨深いでしょう。そして稲荷崎と戦ってるカラスノを見ながら苦労はこう思うんですね。おいカラスノ、来たぞ、俺たちは来たぞ。このセリフかっこいいな。俺たちはお前たちと戦うためにやれることは全部やったぞと、あとはお前らが来るだけやと。でも勝てよとまでは言わないのが苦労っぽいよな。多くを語らないのが苦労っぽい。そして見事に苦労の思いが通じたのか、カラスノが稲荷崎に勝利します。この撤収する時の苦労がかっこいいんよ。ゴミ捨て場の決戦できるって喜んでないんですよ。次は厳しい戦いになるなって顔なんですよ。続いて試合前日、猫間、研磨が下馬評はカラスの有利って感じだろうねと言われたことに切れてます。違いました、自分の布団だけ敷いてることに切れてます。この質問はさすがに返せへんやろ思ったんですけどね。やってみなきゃわかんないと思います。それにグーはチョキに勝てるけどパーには勝てないと思います。素晴らしいヘリグツ、口喧嘩強そう。そして研磨の意気込みに笑みを浮かべております。このカラスの猫間3年ズの1コマいい。ダブルでおかん爆笑してるやん。さあ始まります。あらら、まあフライング上手のカラスのさんじゃないですか。どうもおかげさまで。いででででで、で審判気づいてるって。こんな痛そうやのに真顔なん尊敬する。さあ来ました、ゴミ捨て場の決戦開始です。クロー先輩ってちょっとかっこよくない大人っぽいし、やっぱあっちのハーフでしょ。リエフ君クールな感じ、真剣な顔してるとみんなかっこいいよね。クロウさんどうしよう、もう一回うんこ行きたいかも。あ、マジかよ、残弁やろうかよ。残弁やろう、ここが配球の会話の中で一番面白いと思う。どこから出てきてん残弁って語彙。でもマジで男子高校生なんてほぼ会話こんなもんよ。はい、いつもの猫マコール入ります。あ、嫌がってるやん脳が。ここのキャプテンの背番号が映った後に、食い散らかすぞ。このセリフがいい。食い散らかすというワードがゴミ捨て場の猫とカラスを連想させます。クロウもいい笑顔して笑ってます。この1点目を見事に日向が決めた時に、菅さんの祭りじゃーっていう一言に、ちょっと悔しそうにそれでいて楽しそうに笑うクロウが素敵です。この時の読者クロウと同じ顔してるから。そして前日かな、回想シーンに入ります。現在の日向の分析をしてます。チビちゃんはマイナステンポの攻撃の存在自体をおとりにしつつある。この研磨とクロウが瞬時に理解してるのがいいですね。後ろのリエフのおかげもあって二人の頭の良さがにじみ出てます。つまり鬼と鬼ということでございます。察しがいいねポエミー柴山。ここで野安さんが新技を披露して、アサピッピが得点を決めます。雑食も雑食、よりでっかい相手を食らって育ってきた。もはやあの頃のヒナはいない。さあどう倒す。ここのコマ僕大好きなんですよ。読者って基本的にカラスの目線にどうしてもなるじゃないですか。主人公が日向である以上カラスの目線で話は進んでいきますから。だからこそネットを挟んで対戦相手の目線でカラスのメンバー全員を見る機会って初めてなんですよ。こう見た時にめっちゃ強ないって思いませんでした。セッターの影山は日本ユース呼ばれてるし、野安さんも中層対ベストリベロ賞でしょ。朝日さんサーブできるし、この後の話ですけどカモメダイのブロック相手に戦える技量がある。田中も全
全国2位のブロック相手に極上ラインショットと超インナーを決めれるテクニックがある。そして大地さんは抜群のレシーブ力とキャプテンシーですよ。そして一番手前には最強のおとり、しかも変人速攻紛れるだけじゃなくて、この試合でドンジャンプ習得予定の最強のおとり。穴がない。やっと日向出ていった思ったら全国3本指止めたブロックが来るし、改めて今更ながらカラスノってめっちゃ強いやんって思える一コマなんですよ。対戦相手嫌やろなーって初めて相手に同情するコマ。続いて研磨が視線フェイントかまして、相棒のクロウがしっかり決めてくれます。しゃー、全然喜んでないやん。そして次のシーン、こいつらが前と同じだったことなんかない。いつも通り探って慣れて見極めろ。守りの猫間って呼び名は結構気に入ってる。でもそれは消極的って意味じゃない。おう、何するんやろって思ったら猫間がシンクロ攻撃しだしたんすね。パクリパクリ、カラスノもパクリや。はい、34巻表紙です。やっと表紙慣れたね。クロめちゃくちゃ決まってるよ。きっとね、この顔と何より横断幕のつなげの見え方、100はいっとんな。テイクス、カイ君とかもうええやろ、俺歩いてるだけやしって言ってたそうです。この第297話指定の扉へのゴミ捨て場キャプテン握手いいんよ。はい、続きです。結局猫間のシンクロオール決まらなかったんですけどね。お返しだと言わんばかりのカラスノのシンクロオール、これをこの男がドシャッと決めちゃうんですよ。クロウ哲郎様が、いいぞいいぞ哲郎、いいぞいいぞ哲郎。ほんま古舘先生って聞こえる音そのまま書きますよね。寝合いしやーすみたいな。これ頭の中でちゃんと読んだらリアル感増します。言うてますけども、見ろこの顔。吹っ飛ばされんのはまだ手が上なんじゃない？では前っつったでしょ、信勝くん。ここで信勝くん引っ張り出してくるの腹立つな。アドバイスなんて相変わらず余裕ですね。いや、煽ってるだけ。腹立つ、言ってて腹立つ。俺が言ったのに腹立つ。負けんなつき、僕とさんに感情移入したわ。続いてここの3年ズの連携プレーね。ここはヤックの動画で語ったんで、まだの方見てください。この実況に褒められてる時の苦労の顔が良き。重ための目がいいですね。またキックバックヨネゾールやん。続いてきましたよ。僕、格上の誰かに勝とうと思ったことなんかないです。苦労さんに勝とうなんて、まさかそんな思ってねえくせに。って顔してますね。ここなんて言うんやろツッキーと思ったら、僕一人で勝とうなんて1ミリも思ってませんって返すんですよ。ここはツッキーの動画で語ります。この山口の闘志を見てクロウがね、彼は一人でも勝つ気じゃないかい。そうですね、あいつは僕の先を行く男なんで。知らん、クロウ。ツッキーの覚醒シーン、帰ったら10巻読みや。そして山口がね、しっかりサービスエース取るんですよ。影山もまだやのに。これにはさすがにクロウも驚いております。そしてもう一回山口のサーブが回ってきて、今度は返されるんですけど、ツッキーがしっかりと第三体育館組のアドバイスを思い出してドシャッと決めるんですね。このサーブ&ブロックのシーン、ほんまかっこいい。あ、よかたらして。クロウが社会の理不尽に揉まれてます。そしてここで山口とハイタッチしたツッキーに対してクロウが、ツッキー、最近のバレーはどうだい？って笑顔で聞くんですよ。おかげさまで、本当におかげさまで、ごくたまに面白いです。泣いちゃう泣いちゃう、クロウが泣いちゃう。ここまでツッキーを成長させてくれてありがとう、クロウ。こんなことを言えるような月島にしてくれてありがとう。俺は何？誰？はい、続いてクロウ。すごいやん、サービスエース取ってるやん。あ、この辺の女子全員クロウのこと好きです。はん。ただ2回目のサーブは大地さんが綺麗に返します。ボトン対決ですね。だいぶイラ立ってますね、この顔。そしてきました、カラスノが乱れてチャンスというところで鍵山様がこのトスを上げるわけですね。もう実況も笑うしかない。いやー、わかってた、わかってたよ。100も承知、200も合点ですよ。あの最初の試合から分かってる。カラスノにはこいつがいるのだ。あー、かっこいい。この強いチームの中でも敵に化け物扱いされちゃうんですよ、強すぎて。そんな強い人がこんなかっこいいことある？はい、続いてチームオトンが叫び合ってます。ボールがネットを越えそうな時に影山がワンハンドトスを上げたことに消えてます。そして次ボールが乱れて、朝日さん使うかな、日向使うかなって時に、ここからレフトに振るんですね。フローもびっくりして笑いながら振り向いてます。なんとかヤックンがレシーブして、福永がそれをつなぐ。そしてクローが足で取るんですけど、残念ながらこれはネットを越えずショックを受けております。一応も影山のセットベタ褒めです。ブロック泣かせとまで言われてます。そして今のプレイを見たクロウが、すげえなーって言ってくれるんですよ。イフより興味と尊敬、強い相手と戦えることへの高揚と尊重。いい
いいね。ここの苦労僕大好き。ここって相手に点取られて、なんなら失点に苦労も絡んでるわけですよ。でもそこよりも今の相手のプレーすごかったなって言えるメンタルと、あ、本当にカラスノのこと尊敬してるんやなと読者に伝わるシーンなんですよ。あと実力のある苦労が言ってくれることで、こちらも鼻高々でございます。特に影山推しの皆さんはここで苦労の株ちょっと上がる。はい、次美女のいい苦労です。眺めてると寿命が伸びます。続いて苦労サーブなんですけど、大地さんレシーブするんですね。ただ大地さんが確実にレベル上がってるなって思うサーブを打ってるんですよ。どうしてもカラスノの成長過程描かれがちなんですけど、あ、ちゃんとクロウも成長して進化してるんやっていうのが分かる描写です。続いてリエフと鍵山の押し合いです。おい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 、全然信用されてないぞリエフ。まず勝てねえけどって2回言われてるぞ。そしてリエフ普通に技術で負ける。すごい、うんしか言ってないのに知ってたとかだよねが聞こえてくる。そしてその後研磨がアップデートしたでーって言ってます。ヤンキーは何言ってんのって感じなんですけど、クロウはそれを聞いて笑うんですよ。相棒の成長を喜んでおります。続いてまたもやサーブです。今回はさっきと逆です。くそ、沢村さん正面。さっきは大地さんがクロウのサーブのレベルが上がってることを言ってましたけど、逆のクロウからすれば大地さんの正面にサーブを打つことイコール握手、それくらい大地さんのレシーブ力を買ってるんですよ。守りの猫間のキャプテンが、影山は誰を使うって実況が言ってる時に、2あるからな、おいネタバレすのやめろ。そしてここでクロウがドシャッと決めよるんですよ。また何回目なこのやったったでって顔いいですね。そしてね、これ実は日向をサーブで前に誘い出して助走を遅らせてたんですね。これでブロックの選択肢を一つ消してたと。つまりクロウの単体のプレーではなくてリエフとの連携プレーでもあるんですね。続いて朝日さんの見せ場、プンギ言うてます。プンギのおかげで吸い込みが起きるんですね。カイ君鼻高、この吸い込みに苦労激切れです。あー、奴らにはもう少し危なげない道を選ぶという選択はねえのかね。あ、すいません、早くここはゆういちさんのボイスで聞きたい。はい、そして来ました。俺たちの全力を次の瞬間超えてくる、これだからこいつらが嫌いだ。あ、もうすいません皆さん、言いたいこと僕分かってます。我々読者はこのコマが大好きだですね。この全員の表情と言葉の対比が素晴らしいんですよ。ここはよく見てください、怒ってる人の顔、全員が笑ってるんですよ。研磨以外ね。あ、君もか。僕ら読者はカラスノとネコマの関係性を知ってるじゃないですか。だからここを見た時に、あ、これは俺たちの全力を次の瞬間超えてくる、これだからこいつらが大好きだって本当は思ってるんやろなってなんとなく感覚的に理解するわけですよ。この古舘先生の真逆の言葉をあえてそのまま使うん大好きなんですよ。取るに足らないこのプライド絶対に覚えておけよもそうです。これは及川の時に語ろう。続いて苦労サーブだけじゃなくてスパイクもしっかり決めます。いいぞいいぞ哲郎、押せ押せ哲郎、はっは好きやなそれ。そればっかり言うてんで。ここで大地さんがライトからスパイクを打つんですけど、なんとか竹虎が繋ぐんですがネットに当たってクロウがそれを素早くカバーするんですね。そしてこれはもう相手コートに返球するので精一杯って時に研磨のこのチートみたいな一手が決まります。さすがにチートすぎたんでしょうね。クロウもこんな顔してます。この猫間のメンバーの中やったら一番驚いてるやん相棒が。これを喜びもせず振り返る研磨もかっこいいけどな。このまさかのねシンクロ攻撃に入ろうとしたカラスノの絶妙な間を狙ってサーブじゃないですけどノータッチエースみたいなことですよね。こんなにコート上に選手がひしめく中で誰にも触れられずに決めるなんてめちゃくちゃ気持ちいいやろな。ただこの大仕事の前にはこの苦労のカバーがあったんですよ。素晴らしい土台っぷりとおとんっぷり、やっぱりこの2人あってこその猫間ですよね。はい、27対25で第1セット終了ということで、突然の回想です。これ2人が何歳の時の回想なんでしょうね。気質あるからとりあえず2000年以降やな。なんだなんだ、腹減りか。おばさんにエビセンもらったけど食う。ゲームオーバーよりゲームクリアの方が悲しい。ああ？メタルギアやっていい？聞いたってくれよ。なぜクリアの方が悲しいんだいって聞いてあげてくれ。ほら、期間から回想ここで終わったやん。サーブで取れる人は取ってね。はい。またおしんこつけたい人はつけてねみたいに言う。なんなん、たとえツッコミ流行ってんの。はい、第2セット開始です。日向が得意のブロードを見せます。あれ、自陣に福永おる。カラスの地方の福永、福永西野屋の姿。それは置いといて、ブロードで日向が華麗に点を取ります。巨人が苦笑いしております。続いてのクロー登場シーン、研磨の返球に対して大地さんが呼吸ファーストタッチを使ってカラスのリズムを整えてから田中が得点します。日向自分の技が使われて嬉しそうやね。そしてこの点決めた後が
好きなんですよ。クロをガン見しながら喜ぶっていうね。大地さんのこの煽り方は珍しい。クロの煽り方やん。そら腹立つよな。やられる側の気持ちはこんなんやぞ。さっきのお見合いでもうちょい迷ってくれるかと思ったのにな。アラスノって超突猛進に見えるし、たまにそうだけど、周りが思ってるよりはずっと冷静だし考えてるよね。この二人の考察いいですよね。カラスノへの理解が深い。さっきの大地さんみたいに脳筋じゃなくてしっかりと考えた上で対処してるんですよ。このカラスノの全貌を正確に把握してる。ちゃんとライバルしてるね。続いてここはね、カッギャマ様がサービスエース取ったとこですね。ネコマが1回目のタイムアウトです。ここ好きなんすよね。なんなんだよカラスノ、ちょっとぐらい攻撃サボれよ。ごめん悪いけどレフト頑張ってってなれよ。うちのケンマくんみたいにとりあえずアンダーでレフトに上げたりしろよ。相手誰だと思ってんだよカラスノだぞ。うん、ヤックの言う通り。この外国人のようなかっこいい身振りでむちゃくちゃ言ってんのおもろい。無理難題弱ね。これは息子がヤンキーに絡まれてるのを見て喜ぶ両親の図です。続いて春高2日目夜ミーティングです。日向翔陽は言うまでもなく厄介ですが、その日向翔陽の攻撃に必要なものは何？根性、元気。脳筋巨人組の方はもう少し熟慮してから発言してください。女装クロウさん正解。やはり頭がいい。まあ頭がいいというかカラスノへの理解度が高い。ネコマの中でもこの二人は本気でカラスノに勝とうとしてるし、カラスノのことが好きなんだろうなって思います。続いて、あ、珍しい、口尖らせてちょっと可愛い顔してる。この辺から研磨の采配が冴え渡り、日向が全然機能しなくなってくるんです。あまりの策の出来栄えにクロウ汗かいてます。強いボスと戦いたいって勇者寄りのこと言うけどさ、残念ながら魔王側だと思うぞ。一面がちょっと引いちゃってんじゃねえか。まんざらでもねえのかい。一生喋ってるやんクロウ。久しぶりに見たけどやっぱ可愛いなこの研磨。ここでまた研磨が今度は田中を使って日向の助走路を遮ることに成功するんですね。そしてクロウはこう思います。明確にチビちゃんを足止めできてるわけじゃないけど、ここまでチビちゃんの存在感が薄いと感じるのは初めてだな。このセリフをね、クロウが言うから説得力あるんですよ。一番カラスノの実力を把握してる人間ですからね。そして日向が下がった時にこう聞くんです、研磨に。今んとこ思惑通りなのにその顔は何だい。面白い商用が終わっちゃうのは悲しい。ほんま勝手やな。自分で羽をもいでおきながら飛べないのは悲しいという、お前は本当にめんどくせえな。サイコパスの彼女みたいなセリフ。サイコパスの唯一の理解者。理解できない行動をめんどくせえって言いながらなんだかんだ付き合う。行くぜ行くぜカラスの翼全部もぐ。このセリフホークスが言ってると思うと笑けるわ。この辺からね、頭働かしすぎたんでしょうね。研磨がバテてくるんですね。それも一番にクロウは気づきます。あちゃー、研磨バテてきたな。続いてクロウ活躍シーン。真ん中からツッキーが来るかと思いきやバックアタックで大地さんが出てくるんですね。アカネちゃんもキュンキュンするくらいいろんなところから攻撃を仕掛けてくるカラスノ。当然ブロックで対処するんかと思いきや下がれって言うんですねクロウが。大地さんのバックアタックにノーブロックで対処したんですよ。沢村は他の連中に比べれば高さがないし慎重派だ。バックアタックで打ち下ろしてくることはなくコートの奥をついてくる。本当にクロウの読み通り、大地さん足の長いスパイク打ったんですね。大地さんも読まれたことに驚いてます。下手にブロックで視界を遮るよりこっちの方が拾いやすい。俺たちならな。ここ GSKP です。ガジュマルスキポイント。今回このバックアタックに対しての対処法としてノーブロックで後ろに下がるという戦術を取ったけど、これはどこの高校でも有効な戦術じゃなくて、フリーでスパイクを打たれたってレシーブできる自信がある。だから下手にブロックで視界を遮るよりこっちの方が拾いやすい。守りの猫間の俺たちならなっていう意味が含まれてるんですよ。この自分含めた守備への絶対的自信と猫間高校を誇らしく思ってるのがてーてー。しかも苦労決めるし、うわ次も GSKP やん。くそ、僕の方がタッパはあるのに大きく感じる。これすごないですか。もうブロックが上手すぎて威圧感を放ちすぎていて、自分より背が大きいと錯覚させるんですよ。それもバキの領域やで。トリケラトプス剣できるで。この目つきもいい。あー、ここで高青年乱入。下がってたカラスノの士気を、こんなお祭りそうそうねえのに2セットだけで終わるなんてもったいねえべやって言ってあげようとしてくれるんですよ。それを見たクロウ、やっぱやべえやつだよなスガちゃんも。カラスノそうチビちゃんか。
いや、クローもあんま人のこと言えへんけどな。サイコパスの相棒やしな。続いて結構飛びます。いつの間にかクローの出番がないうちに、ヒナタはドンジャンプを身につけました。そしてブロックの指先を狙って得点したヒナタを見て、嫌な顔してます。続いてカラスのシンクロ攻撃オール来ました。でもしっかりクローは朝日さんからワンチ取るんですよ。実況にも褒められてるよ、クロー。そしてなんと猫マもシンクロ攻撃放つんですね。もう誰使うクローにあげてくれと思ったら、クローを通り越してヤンキー。ストレートキレキレなも田中と一緒なん。しかしそのボール日向に当たって、これがちょうど猫マコートの隅に落ちちゃう。オタクの10番何なんですか？ちょっとわかんないです。急に口をスネ夫ママやん。もんぺもんぺ。しかもこれ今回日向がレシーブで点を取ったので、背景に猫マのつなげの横断幕が映るんですね。そりゃあ、茜ちゃんは悔しいですよね。ずっと練習試合でもカラスノは負け続けてたのに、この猫マから取ったセットの決勝点がレシーブって。一番猫マにとっては悔しい形ですが、カラスノ推しの皆さん、ここに混じりたいくらいテンションが上がる出来事です。2セット目が終わってミーティング中ですね。ちょっとリエフが熱くなってます。柴山くんがちょっとこれやばいなと思った矢先。なあ。知ってる？筋トレってさ、例えば普通の腹筋100回やるより10回できるかできないかくらいの負荷かけてやった方がいいんだってよ。何の話だ？回数多ければ多いほどいいんじゃないんすか？つまり普通の20点よりヘビーな1点。こくり。こくりじゃねえよ。ヘビーな1点ってなんだ？20点取れ。なあ、知ってる？筋トレってさ、いつもの灰馬くんだ。忙しいって勝手にやらせてもうててこんなこと言うのもあれやけど、俺の身にもなってくれ。近隣住民からヤバいやつやと思われる。竹虎は一人緊張してるんですね。そこにもちゃんとクローは声かけてくれるんです。はい、お前の場合はもっとテンション上げてけと言って優しく声をかけたかと思えば、さっきの竹虎のストレートを褒めて竹虎のテンション上げるんですね。クローはチームメンバーがどうすればいつも通りでいられるか、テンションが上がるか、そのあたりを把握してるんですよ。この素晴らしい手腕にコーチもさすがですねと言わざるを得ません。はい、そして次回想に入るんですが、研磨の動画で触れたところは飛ばします。クローと研磨が新しいチームの見学に行くシーンですね。ちょっと嬉しそうなクロー、かわいい。ここでスパイク打ちたいけど背が大きくないと打てないからって言ってる時に、じゃあネットを下げればいい、最初こそまずはできる喜びじゃないかいと猫又先生が言ってくれます。この言葉があってクローはこの日からスパイクを打つようになったんですね。この出会いを研磨はほんの小さな出来事だ、でもクロはこの日を忘れないんじゃないかなってなんとなく思ったって言ってるんですね。その通りですよ。もしここで猫又先生と出会ってなかったら、今くらいバレーにのめり込んでたかもわからないです。将来自分がしてる仕事も変わってるかもしれない。それくらいクロー哲郎の人生においてここは劇的な出会いだったんですよ。そしてこの時からクローには詐欺師の才能があったんですね。そらみんな騙されるよ。はい、そして回想終わって、研磨にバレーはやるより見る方が好きかなって思うけど、さてとやらなくちゃって思うのは悪くないよと好きかって言われます。どいつもこいつも自由かよ。誰一人同じことしてない。そして名シーンです。これ回想見た後に猫又監督がクローの横におるんずるいな。しんどい時間は超えてきた、ご褒美タイムだ。187センチがジャンプして喜んでるよ。よくわかんないけど釣られてフー。カラスノも負けてません。そんでこのご褒美、俺たちどちらか、これで最後。やっぱ自分で呼んでて泣けてきました。最後って言って最後なんですよ。高3のクロー大地さん、それなのに一つも悲しいことなんかないかのように指さして煽りやってるんですよ。こんな楽しそうなコマにこれで最後、ひらがな6文字、これだけで泣ける。終わってほしくない、でも映画見たい。はい、続いて野安さんがいいプレーをして、ヤックンが感心した後に、敵であると同時に互いが互いの死、この二人がこの言葉とネットを挟んで対峙する。いいですね、この関係。野安さんしかり、月島しかり、猫間には師匠がいるけど互いになんですよ。ヤックンも野安さんに感化されてるんですよ。互いに敬い、学び、高め合う、そんな関係性狙って作れないですから、だから尊いんですよ。そして回想が入るんです。スイカの種、飲み込むと腹で発芽するって知ってた？ほっとくと突き破って。そうですか、気をつけます。なあ、知ってる？僕とのさ、多分知らないですけど大丈夫です。バクタクロー、これはずるいやろ。おもろすぎるやろ、クローが。極力横飛びすんな。ちゃんと止まって。
上に飛べ。またこんないいシーン。師匠から教えてもらった助言を思い出して、その技を師匠がいるチームにやるんですね。と思ったら師匠も負けじとブロックするんですよね。師匠にも意地がありますから。ここでも弟子が山本にプレッシャーを与えてます。そして師弟同士の押し合い、ここはさすがに師匠の勝ちです。ここのやりとりおもろい。二人ともマックスに疲れてるから、絶対負けませんとかじゃなくて、早く折れろと相手に懇願してる姿がおもろい。これを見たヤックン、通貨半分は僕と透明のせいだろ。どうもおかげさまです。こちらこそです。リードブロックは最後に笑うブロック。頭で分かってたって遂行できるとは限らない。ブロックの理想は当然スパイクを止めること。ドシャッと決めて一気に盛り上げたい。もう本能で動いてしまえ。疲れたり劣勢になるほどそんな風に考える。でもツッキーの徹底ネチネチブロックにさ、みんなが腹立つわけじゃん。文句言いづらかったら俺が殴ったのか。殴れ殴れ。そんでさ、よかった間違ってなかったって思ったんだよね。ここが僕はクローの中で一番好き。 GMSKP ガジュマルモスト好きポイント。めちゃくちゃ相手へのプレッシャーのかけ方クローっぽくないですか。クローがツッキーに徹底ネチネチブロックを教え、そのブロックが全国に進んだらベスト8に進むような白鳥沢とか稲荷崎、そんな相手に通用した。このリードブロックが有効であることを証明してくれてありがとうと。これで自信を持ってリードブロックできるわと。それを今対戦相手である弟子に言うんですよ。これはツッキーカラスの側からしたら計り知れないですよ、プレッシャーが。要は遠回しにその技を教えたのは誰だと思っている。そのみんなに嫌がられるブロック、俺の方ができるぞと言ってるんですよ、クローは。それをブロックがうまいこと言っててよかったわ。この言葉と表情だけで圧をかけてるんですよ。やっぱ上品やわ。マジでかっこいい、このクローは。そして次、ちゃんと止まって上に飛べ。ブロックの面積広げろ。リードブロックは最後に笑うブロックだ。この言葉が映し出された後に DF が綺麗にリードブロックをして、朝日さんがそれに反応してコースを打ち替えた先でクローがレシーブするんです。そこでチームワークがハマる瞬間ってのは、多分お前が思ってるよりずっと気持ちいいぞ。その言葉通り、それを伝えた DF 本人とチームワークがハマるんですよ。しかも DF はちゃんと理解して意識してリードブロックをしてるから、これだけ笑顔でクローの方を振り返ってるんですよ。そのリエフの技術面の成長、加えてチームワークがハマる瞬間を教えられた喜び、そしてきっとバレーボールってやっぱり楽しいな、様々な喜びと嬉しさを感じて感情が高ぶってハッハーって言いながら子供みたいに笑うんですよ。クローは、クローが見せる笑顔で一番好きです。ここがいつもだいたい人を煽ったりちょっと悪そうな笑顔が多いんですけど、この瞬間だけは誰がどう見ても心の底から幸せで楽しくて笑ってる、そんな素敵な笑顔シーンです。絶対ここグッズ化した方がいいと思います。このレシーブにツッキーも、ああクソ勝てないって思うんですね。競えるとしたらネット際だけ。そしてここで思考の猶予を与えない最短真ん中高さ勝負でツッキーが飛んで、たかが部活だと思ってた頃のツッキーが映り、ブローが月島に聞いた最近のバレーはどうだい、この言葉を挟んでツッキーがスパイクを決めるんです。そして抜かれたことに驚くリエーフ、悔しそうにするクロー、そして今までで一番の笑顔を見せる月島が映る。きっとこれが月島の言うバレーボールがごくたまに面白い瞬間なんでしょうね。いい仕事したな、クロー。1という数を司る俺、ちょっとよくわかんないや。うん、それより猫って書いてる方がおもろいよ。続いてクロー、またサービスエース取ってます。これも心底嬉しそうな笑顔してますね。ゴミ捨て場の決戦の時のクローの表情が全部いい。もはやトス上げるだけでかっこいい。続いて再び大地さんのバックアタック。前回同様、慎重派の大地さんは打ち下ろしてこない。だからあえてのノーブロックで猫間は下がります。しかし大地さんは狙い放題だ、そう考えて打ち下ろすんですけど、これがねネットインに繋がるんですね。これにはケンマも驚いてます。奴らにはひるむという感覚はないのだろうか。ないよ、ないない。再び試合前日、ネコマ、チビちゃんは全力でお前に勝ちに来るだろうな。そりゃ試合に勝とうとするのは当然でしょ。そうじゃなくてお前に。意味わかんない。
これもクロウすごいシーンですよ。チームメイトのことをよく理解してるっていうのは想定の範囲内、他校の1年の気持ちまで理解してる、しかもひなたの友達が理解してない気持ちを、すごい怖。続いて分け目逆クロウを挟んで、朝日さんがスパイクでブロックに当てたボールを徳永が必死に拾います。そして研磨が脳内であらゆる選択肢を模索してる中、まるでそれを阻むかのようにクロウが飛び出してくるんですね。そして河川敷での練習風景が頭をよぎり、研磨の選択肢にはなかったワンハンドトスでクロウがスパイクを放つんですが、野安さんが見せる。両者どんどんレベルが上がってます。皆さんハンカチ間違えたバスタオルの準備いいですか。いきますね。日向が飛んで僕とさんのアドバイスを思い出しフェイントをしようとするんですが、研磨に読まれます。研磨も取ったと思ってます。ここ読んだじゃなくて取ったなのが、研磨にとって真剣勝負なのが分かります。ただ日向が研磨の思考を上回ったんですね。フェイントと見せかけてのロングプッシュ、日向は学習してます。この後研磨がペチャって倒れます。おい研磨大丈夫か、どっかやったか。はい、僕は泣いてきます。これを見たクロウ、ネコマのメンバーみんな感動して目に水分が。日向が試合にではなく研磨に勝った瞬間です。この時の日向も半端じゃなくいいんですけど、このクロウがいいのよ。おとん、娘の結婚報告聞いた。おとん、バレーボールを教えた相棒が初めて楽しいと言った。よかったなチビちゃんと出会えて。そういう嬉しさ、多幸感と、やっぱりバレーボールを教えた身として、昔からの相棒として楽しいって言わせたかったな。チビちゃんに一本取られたなっていう悔しさ、そんな感情が入り乱れてるんじゃないかなと、このおとんの笑顔を見て思います。続いておまけの絵なんですけど、好きなんですよ。笑いながら顔を合わせてるだけなんですけどね。あとめっちゃステゴサウルスなよなこのクロウ。今度は表紙で泣かせに来る。チームワークがハマった時の笑顔、この日ぶりちゃん。次の場面、研磨が今翔陽が思ってること多分俺わかると、相手のことを全力で倒そうとしてるのにまだ死なないでよって考えてるんです。そしてまだまだと書かれた言葉の後ろでクロウがツッキー相手にスパイクを決めて煽り笑いしてるんですね。通常運転です。そして続いてクロウサーブから始まり、なんとか上げてそれを田中が打とうとするんですけど、リエフとケンマのコンビが止めます。ただその時にケンマ吹っ飛ばされるんですね。そりゃリエフもこうなりますよ。でもケンマ自分が吹っ飛ばされたことよりもボールを追ってないことにキレるんです。クロウがこの表情するって相当の大声なんでしょうね。この時一瞬映る猫又先生もずるい、絶対目に水分溜めて感動してるやん。あのケンマが夢中でバレーボールをして必死で繋ごうとしてる、繋げが横断幕の高校の監督が泣かんわけないやん。続いてここもなかなか僕好きなとこやな。大先輩でありオカンのヤックンの危機をリエフが救うシーン、これはパタモンがエンジェモンになった時くらい感動する。クロウも当時見てた俺の顔してるもん。そこまで期待されてなかったキャラの大活躍って、もともと持ってる振り幅がでかいからその幅分感動するんよ。そしてここで僕の大好きな静かなる王誕生のきっかけとなった極上ラインショットを田中が放ちます。しかしこれカイ君あげるんです。その瞬間レシーブ音だけが体育館に響き渡り、全員が合宿の時の服装の描写に切り替わります。全員が全員集中してます。コート外にいる僕とさんたちでさえこの瞬間はゼッケン来てます。そしてここで研磨が上げようとするんですが、皆さんがご存知の通りの結末になってしまいます。あー顔もろ、アイコンにしようこの顔。はあ、ということでセットカウント2対1で勝者カラスの高校でございます。クロウもきっと負けたことも悔しいんでしょうけど、それ以上にこの祭りが終わってしまうことへの寂しさ、それを感じてるように見えます。そして研磨がこの名言を口にするんですね。はあ面白かったと言った後に、クロ俺にバレーボール教えてくれてありがとう。これは配給史に残るずるさ。もうクロウ以外の人間がこんな顔するんですよ。そりゃ本人はあんなに賢いクロウが思考停止した、そして泣きそうになるっていうね。187センチイケメンがあわあわしてるん可愛いな。でも泣きはせず幸せそうに微笑んでます。そして試合後、大地さんと達成感に満ち溢れた笑顔でハグしてます。ノートンハグいいよ、朝日さんともしてる。そしてオカンベイブレードのコマの後、ツッキーに自分から声かけます。これも素晴らしい。ツッキーは自分から声かけられへんやろな、じゃあ俺から声かけよう。これを先輩後輩関係なく行動できる優しい、この照れくさそうな月島と
満面の笑みの苦労の対比がいい。そして泣いてる後輩もフォローしに行く。福永って泣くんや。もう自分が泣いてええんよ。全国大会で負けて引退決まったのに心の余裕すご。エンジ君の性欲くらいすごい。そしてね、次猫又監督から、具体的な反省はこの後するとして、ナイスゲームありがとうって言うんですけど、顔が苦労の方向いてるんですよ。誰よりも猫間のメンバーの中でゴミ捨て場の結成の実現のために奔走したって知ってるから。だって苦労が月島に教えてなかったら白鳥座に負けてたかもしれないですからね。苦労は猫間のキャプテンとしてチームを引っ張っただけじゃなく、カラスのも全国の舞台に行けるようにしたんですよ。カラスの全国大会出場の要因の一つです。そして研磨がちらっと苦労の方を見て、あの出会った日を思い出して、ありがとうございましたとちょっと涙目がうるっとなってる感じの苦労が映ります。ここで泣かないのがキャプテン苦労ですね。最後まで泣かないですよね苦労は。ケンマもやけど、ヤックンと竹虎を見てくれよ、鼻水まで出しとんねん。そして猫間高校、春の高校バレー全国大会3回戦敗退でございます。そして日向の来年もやろうなを聞いて、またお前らは明日も遊ぼうぜ、お前んち集合なみたいに言う。スルーして、たとえツッコミ呆れられてるやん。そして最後、まさかのカイ君に、終わりだけどこの3年間がクロウと役と一緒でよかったって言われて、一番泣きそうになってますねクロウ。そのリアクション見てニコニコしてるカイ君いいね。そしてオカンだけ号泣して、残り2人は爆笑。最高の3年やな、あーよかったなと思ったら最後これ、甚だしいねん。オーバーキルが、何人の読者が絶命した。ここで試合後、ヘビと遭遇します。こっち側へようこそ。うわー腹立つ。ここで大将くんが、1チーム以外全員漏れなく負けるんだ、タイミングが違うだけ、大したことじゃない、まさか本気で優勝できるなんて思ってなかっただろ。この問いに苦労は少し固まります。確かに 100% 純粋に勝利を信じられるやつなんてなかなかいないよな。なんだよもっとキレろよ、煽りがいがねえな。実際に優勝できるかできないかなんて関係ない。負けるからやらないなんてことはないし、勝てるからやるわけじゃない。分かってるわクソが。大将くん、お口お口、録音すっぞ。煽られたくらい切れるやん。煽りたかったんやないの。ここでミカちゃんが戻ってきてどっか行くんですけど、このクロウの笑顔が好きなんですよね。大将くんのこのセリフに共感しての笑顔なのか、不器用やけどあいつなりに励ましに来てくれたんかなという笑顔なのか分かりませんが、いずれにせよライバルに対していい印象をしみじみと抱いてるクロウ尊いです。突然の感動の暴力に続いて顔面が団長みたいな僕と、ここでクロウヌガペトカって言うんですけど、実在するフランスの選手で、レシーブで胸とか足を使ったり、超インナースパイク、体を180度回転させながら打つスパイク、これを本当に現実でやってる選手です。なので僕とは四捨五入したらヌガペト。こんな感じで観客席で僕とさんの試合を見てるんですけど、ケンマがムジナザカのセッターが1本目のサーブをわざと力を抜いて打って、より真ん中を使いやすい状況をあえて作ってブロックを真ん中に絞らせていたと。赤足のメンタルを折るために、嫌なことするよね。出た、目で語るにも程があるだろ選手権や。クロウ優勝、お前が言うなって言ってるやん、味方やからええやん。はい、続いてカモメ大戦、ケンマが友達を励ましに行ったシーン。この後帰ってきた時にケンマが恥ずかしいから饒舌にタブレットを渡すべき理由を語ります。それを遮るように、ケンマくん、しんどい時は友達の顔見るだけで救われるものよ。うんうんうん、素晴らしい。ここはおとんっていうよりかはお兄ちゃんって感じですよね。ケンマはきっと分かりやすく友達思いな行動をするのが恥ずかしいと思うやろな。案の定聞いてもないのに理由を話し始めた。だからこちらから理由を言ってあげる。君がしたことは正しいし、日向からしたらとても助かってるよ。これを普段ニヤニヤして人をいじりまくってるやつが言うんよ。ずるいことばっかりする。そしてカラスの試合後に僕とと2人でお疲れって真っ先に言いに行くんです。このシーンもいいね。うわ、動画作ってる時気づかんかった。おかん泣いとるかな。なんでやねん、なんで君が泣くねん。菅さん泣いとらんのよ。何これ、殴られてる、どういう表情、ドッスンみたいな顔なってんで。はい、そしてもうプロ編入ります。過去一気をつけてください。日向が声かけられます。日向さんにお会いしたいというバレーボール協会の方がお見えなんですが、そう言って案内された先に、チッスチッス、チビちゃん久々。いや、もうチビちゃんは失礼か。日向選手、どうも、こういうものです。かっけー。
アホみたいにスーツがかっこいい。2割増しじゃない。80割は増してる。黒尾哲郎24歳です。なんと日本バレーボール協会競技普及事業部に就職しております。これ視聴者さんが言ってたんですけど、就職するのめちゃくちゃ難しいらしいです。毎年採用もされてなくて、たまに採用されてる都市でさえ男性一人女性一人みたいな激ムズの就職先でございます。黒尾めちゃくちゃ努力したんでしょうね。この後ろの横断幕鳥肌もんですよね。彼にとってはボールを落とさずに繋ぐって意味だけじゃなかったんですよ。恩師の思いを繋いでるんですよ。あの時のセリフを24歳になっても黒尾は覚えてるんです。ネットを下げるべく頑張ってます。就活の面接の時とか、この猫又先生のエピソード話したんかなとか思うと泣けてくるわ。あと自分が全国で経験したバレーボールの面白さ、それをもっと広めたい、繋ぎたい。それを君が必死な顔で言ってたら受かるよそら。でさ、世界の小津犬とコラボ動画やろうと思ってんだけど、日向選手出てみない？面白そう、出ます。あの人に騙されて気づいたら借金1000万みたいな感じすごない？深い分かりみが。こんなん言うてるからな、疑われて当然や。でもここで真面目な話します。金が動いて経済が回って、たくさんの人が熱狂して元気になって、それでいて人があんまし死なないスポーツ、こんなに至れり尽くせりなものがあるかい。確かにって思わされますよね。動画収録時点でワールドカップやってるから余計思う。あ、縁柱との対面シーンやん。いいな、卒業後もこの関係でいるの。そして本編最後は牛若のこのスパイクを見て、すんげえ音でしょと牛パパに言われてびっくりする苦労。カッターシャツ姿もかっこいいんかい。もう赤は何着てもかっこいい。そして最後に、昨日の敗者たち、今日のお前は何者だ。さあ今日もバレーボールは面白いと証明しよう。このセリフの時にクロウが映るんです。これが本編では最後に映るクロウです。まさに証明しようとしてますよね。しかも日向たちとは違って、プレーをする側ではないけど、バレーボールは面白いということをバレーボール協会の競技普及事業部というところで彼の人生をかけて証明しようとしてます。はい、そしてここからがまさにその証明のために彼がどんな動きをしているのか、それがハイキューテンスクロニクルの祭り再びで描かれてます。クロウは国所属チーム関係ないスペシャルマッチを開催したいと思ってます。そのために世界に散らばったモンスターを探しに行くんですね。ここですごいのはね、各モンスターが何を言えば落とせるかをクロウは全部わかってるんですよ。及川やったら世界のスターって単語を使ってとにかく褒める、乗せる。牛若やったら及川と日向を同時に倒すチャンスは今回だけかとって言うんですよ。で、影山は妖怪打点狂いやから打点言ったら OK。 ここで影山と喋って、影山とかアツムがいたら見に来るお客さんが多いからとクロウが言った時に、あーイケメン枠ですねって影山が答えて、あちょっと地雷踏んだかもってクロウが思ってたんですけど、入り口になれるのは嬉しいです。あとはもうバレーボールは面白いんで。これを聞いた時にめちゃくちゃ素敵な笑顔するんですねクロウが。そうだよな、バレーボールって面白いよな。自分が入り口になってバレーボールの面白さを分かってもらえるのは嬉しいです。選手も自分と同じようにバレーボールの面白さを理解して広まってほしいと思ってる。影山も同じ気持ちなんやなと嬉しくて笑ってるんじゃないかなと思います。そして次は縁柱に電話かけます。お、クロウだ。お、なんだよ、久しぶりだな。チスチス、沢村さん元気？逮捕してる？クロウ、お前もう首相？入所の覚えがないのよ。今の菅ちゃんだろ。この菅さんのボケ最高。いいですよね。久しぶりに連絡取ってこんだけ笑えるん最高ちゃいます？そしてこの勧誘が現実となります。ちゃんと SNS の広告と自身の人脈をフル活用するのクロウっぽいですよね。戦略が効率的やし賢い。そして負けたところで勝ったところで誰も死なない、生き返らない、悪は栄えないし世界は滅びない。世界スポーツやろうぜ。 9×18m の四角の中でボールを落とさないことに夢中になろうぜ。ここ大好きなんですよ。ヘンマの動画でも語ったんですけど、ヘンマが体感したバレーの面白さ、それを相棒であるクロウがその思いをつないでこんなに大きなスペシャルマッチを企画してるんですよ。一人でも多くの人にヘンマや自分が感じたようなバレーボールの面白さを知ってもらうために。なんてかっこいい男なん君は。高校生の時も素敵やし大人になってもかっこいいんかい。プロの選手になる以外の進路を選んだ人物の中で僕は一番好きです。
そして最後クローが締めます。大会が盛り上がること、注目されるスターが誕生すること、それらはゴールじゃなくスタート。行くぜ行くぜ妖怪ども、今日も明日も100年後もバレーボールは面白い。そう言ってこの祭り再びをクロウが締めるわけですよ。ずるいなマジで、全部持ってくやん。でもこの言葉には確かに納得させられますよね。このスペシャルマッチを開いて一つゴールのように感じてしまいますけど、そうじゃなくてむしろこれはスタートなんだよと。このスペシャルマッチを見ることで、きっと幼少期の影山とか及川とか星海みたいにプロの選手がするバレーを見て、より深くバレーに熱中する人が出てくるわけじゃないですか。しかも分かりやすいことに、その3人ここで今日プレーしたんですよ。プレーを見る側からする側になってるんですよ。だから大会が盛り上がることっていうのは未来のスター選手のスタートでもあると思うんですよ。そして最後に、今日も明日も100年後もバレーボールは面白いと。この言葉いいですね。バレーボールは今だから、トレンドだから面白いわけじゃないんだと。たとえ100年経とうとも、恒常的にバレーボールは面白い。バレーボールの面白さは不変だ。そう言ってるんですね。最初パッと聞いた時は、スポーツ全般そうやろって思ったんですけど、冷静に考えてみてください。とんでもなくないですか？今って流行り廃りのサイクル早いじゃないですか。何でもそうやと思うんですけど、特にゲームとかってユーザーにすぐ飽きられがちじゃないですか。ましてや100年も経ったら誰がそのゲームしてるんって話でしょ。そんな世界の中でもバレーボールは100年経ったって面白いよと。でもこっちは納得させられますよね。100年経ってもバレーボールをやってる人はいるだろうな。きっと今では考えられないような攻撃とか戦略に進化してるんだろうな。そういう人に思わせるだけの力がバレーボールには、スポーツにはあるんだな。そう気づかされた言葉でしたね。改めてクロウさん、僕たちにこんな素敵な原作の続きを、気になってた及川のプライド、その行く先を教えてくれてありがとうございます。これも全てクロウさんがスペシャルマッチを開いてくれたおかげです。本当にありがとうございました。古舘先生は最後にこの V リーグコラボイベントの時に会場でこのキャラボイスが流れたんですよ。クロウと見に来てくれた研磨の会話です。あれ、リエフはうんこ言った。あいつ長えからな。最初はこんな他愛もない話なんですけど、あのさ、はい、会場いっぱいじゃん。やったね。あ、みんなバレーにハマってくれるといいね。あ、これが試合前の待ち時間で流れたんですよ、会場で。泣きました、本当に。この研磨が、クロウの夢を把握して理解した上で、素直に良かったねと、そしてみんなバレエにハマってくれたらいいねって、自分がバレエを教えた相棒が、こんな素敵なセリフを言ってくれたんですよ。この時クロウ、おうしか言ってないけど、めちゃくちゃ嬉しいと思う。バレエを教えてくれてありがとうも嬉しかったと思うけど、会場がいっぱいになったことを喜んでもらえて、他の人もバレーにハマってくれたらいいねって自分と同じような思いに相棒がなったことも、クロウにとっては泣いちゃうくらい嬉しいことなんじゃないかなと思います。こんなにストレートに気持ちを言ってくれた研磨に僕が代わりに泣きました。高校卒業後も変わらず美しい友情です。本当に素敵なものを見せていただいてありがとうございました。以上でクロウ哲郎の動画終わりたいと思います。全部で12個になりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。最後のキャラボイスシーンですが、マジで泣きそうになって、めっちゃ鼻声になってます。すいません。